ローハロー。音がちっちゃくないか、なんだこれか、もう違うな。 Alright, whatever. Do you believe in magic? 寺山大学校英語教師のびてるべです。このびハッピーバレンタインズデイ、ハッピーバレンタインズデイ。日本はバレンタインですね。It's already Valentine's in Japan. これ大丈夫？聞こえる？ OK。音が聞こえにくいんだよね、自分の。そのパソコンの方の音が。そっちが超聞こえにくいんだよね。音がちっちゃいなと思って。でもさ、大きくしたらゲームが大きくなっちゃうんだよね。OBS の、ちょっと大丈夫か。ちょっと、パソコンが固まんないでね。頼むよ。OK, OK. まあいいや。Alright! じゃあ今日はバレンタインですか？そんなの関係ねえ！ってことで、龍が如くやってきまーす。I hope you all are having a good Valentine's Day, but that doesn't matter for me, cause it's not Valentine's Day here in America yet. まだこっちはね、バレンタインじゃないので、そんなの関係なく、龍が如くやっていきまーす。日本の夜の時間とかになったらね、バレンタインのショートカバーやらボイスやらが出るので、それで、いいかなと思って。龍が如くはもうちょっと終わらすことが今一番の目的なので、配信の方だとね。なので、龍が如くやっていきます。裏でね、ちょっとやるって言ったんだけどね、最後の配信の後に、1、2時間やったぐらいで、それ以外ちょっとやる時間がなくて、1週間も経ってないか、まだ。前回の龍が如くの配信から。どんぐらい経ったんだ？覚えてないや。まあ、そんな経ってないはずなんだよね、前回のから。そうそう、9だから。あ、まあ、4日ぐらい経ったのか。1、2、3、4日か。いやー、4日か。あっという間やな。じゃあ、前回の配信、龍が如く、見なかったよーっていう人のために軽く説明しますと、まあ、ショベルカーは、難なく倒せて、で、やっと地上に戻れたってなったら、なんだっけ？何したんだっけ？なんか、韓国じゃない、あ、そう、中国マフィアの人たちと日本の横浜の、ま、ヤクザが、なんか、一番たちが出汁に使われて、戦争を始められたと。で、その戦争を止めに行くために、仲介に行ったら、じゃあ、韓国のマフィアから、なんか本当の真実、あいつらは真実を、なんかいろいろ知ってるから、あいつらから情報を取ってこいみたいなことになって、今から韓国マフィアに会いに行くってことですね。すごいざっくりした説明です。はい。なので、今から韓国マフィアのところに行く前に、なんかいろいろちゃんと準備してください、みたいなこと言われたから、装備やらアイテムやらの準備をちゃんとしてから行きたいと思います。じゃあやっていきましょう。ゲーム音ちゃんと聞こえるかな？こうやるとやっぱゲーム音が大きくなるね。ちっちゃくします。はい。今ね、ここでさ、野菜の種とかあって、それを植えたら育つんだけど、これさ、発覚したのが、この時間は、ゲーム閉じてても時間すぎるのかなと思ったら、ゲーム閉じてたら時間が止まるの！へぇって思って。なんかスマホのゲームとかはさ、ゲームや、あ、開いてなくてもさ、時間タイマーそのままの時間をさ、やってくれるじゃん。やってくれないの！えぇって思ってびっくりしちゃった。はい。ちなみにですね、じゃあちょっとアイテムを取りに行きましょうか。そう、ゲーム内時間なんだよ。びっくりしちゃった。初めてだったから、そういうの。あ、で、レベル上げをね、その前回の配信の後にしてたんだけど、レベル上げっていうか、なんか、レベル上げはしてたんだけど、同時になんか、隠れてるところにアイテムがいっぱい落っこちてて、なんか、配信やってた時に拾いたいなと思ったんだけど、今見落としたらまた次見つけられるの分かんないなと思ったから、いっぱいちょっと拾っちゃいました。あと、ちなみに服も着替えました。服も着替えました。
今一瞬しか見なかったかもしれないけど、服も着替えました。そういえばさっちゃんナイトクイーンなんで、そう、さっちゃんナイトクイーンにしてます。なんかいろんなジョブをレベル上げしていこうがいいかなと思って、ちょっとさっちゃんがすごいかっこいいになってる。さっちゃんが SM 嬢みたいになってて、で一番は同じだけど、ナンバさんとかがなんか売れないストリートミュージシャンみたいな。で足立さんはなんだこれは、なんかこういう力仕事の人のつなぎか、つなぎみたいなの着てる。のぴさんナイトクイーン気に入るだろうなとはひそかに思ってた。いや、やっぱ奇抜でね、白ね、いろんな色あったんだけど白が一番なんか目立つなと思って白にしました。ねえ、 SM クラブって何？あ、そういえば行ってない最近。ここ最近行ってないね、 SM クラブ。よっぽ通ってないね、あっちらへん行ってないね最近ね。なんでや、ストリートミュージシャン結構有能だよ。本当に？そうなの？こんなピー、こんなピー、来てくれてありがとう。ハッピーバレンタインズデイ。お、レベルアップした。じゃあ、まずは、アイテムを、ちょっと回収、ボックスに入ってるアイテムを取りに行って、そしたら、ハローワークに行って一番良さそうなジョブに変えて、で、装備をアップグレードした方が良さそうだったら装備してからコミジル行きましょう。ちゃっちゃと行きましょう。ちょっとね、今回コミジル長そうな気がするから。なんで歩いてない、さっちゃん。正直おっさん全員にちょっと経験させてもらってもいいくらいには言うので、本当に？そうなんだ。まだ今のところ難波さんだけかな、ミュージシャンやらせてるの。他の二人のおっさんにはまだやらせてないから、ちょっと今あんまりフォーカスせずに戦ってます。今から行くボックスのとこにさ、あのリカバリーのドリンクバーがある、ドリンクバーっていうかドリンクの冷蔵庫があるから、今も適当に連打適当に連打できるぐらい強くなったからね、みんなね。よしよしよし、お、いけるいける、よしよし。いやー、コミジュル、前回の地下のマップみたいにあんなに長くないといいけどなー。あれぐらい長かったらやだなー。ナンバさん、ミュージシャン、適性高いから、その判断は合ってる。偉い。本当に直感的に適当にやったのに合ってた。よかった。これはね、全部ね、オーナー、バーの、店長さんになんか作ってもらいたいから、預けといて、ボックスに。ここらの席余裕ですね。そうそうそう。でも、裏でやってるときに、あ、これは持っといていいか。なんか、マッドサイエンティストみたいなやつがいたんだよ。そういえばアイテム一度もまだ使ったことないな。アイテムちょっと持っていくか。なんだ？がいて、あ、種を持っていこう。種途中で上に行こう。植えるとこがあったんだよね、そういえば。上にね。で、なんかすっごい強かった、あいつ。あれ、アイテムボックスに送っちゃってる。待って、間違えた。毎回間違えるんだけど。4人分持ってこうか。あ、怖い怖い。特上寿司は、あ、特上寿司、そう、特上寿司を見つけて、あいつにあげよう、あのホームレス。あのカニのエビゾウさんみたいな人。ハロー、こんなピー、こんなピー、ワッカムワカーン。日本酒、あ、MP、M、HP アイテムが欲しいんだよね。あ、400も高いな。1000円。あ、これ、これと、H、あ、これ、いいね。これと、あ、肉まんいいね。肉まん食べたーい！肉まん食べてー！あ、傷づく。火消し3つもいらんか。2つにしとこう。で、風邪薬1個にして、しびれシップ1個にして、解毒、これ1個、
ポセイドンパワー。戦闘中に飲むと一定期間攻撃力が上がるエナジードリンク。どうだろう。一回、一個持っとくか。で、戦闘中に飲むと一定期、守備力が上がる。じゃあ一個だけ持っていくか。で、これを持っていきたいんだ。さっき間違えてこの中に入れちゃったから。まだ使ったことないアイテム。でもアイテムが意外とそんなに拾わないの。なんか拾う率が遅い気がする。こんなにゲームずっとやってんのに、あんだけしかないっていう。買わなきゃダメなのかな？回復しといて。で、今からハローワーク行きましょう。ハローワーク。ハローワーク行きましょう。へぇー。あんまり敵には見つからないで行きたいですね。ちょっと時間が。コミジロに早く行きたいので。あ、ちょっと自動販売機だけ拾おう。あ、なんもない。え、珍しい。じゃあ行こう。ここは？あ、拾っちゃってたからか。あ、あの夜から変わってないのか、日付が。あ、待って。え、あそこ行く前に、ちょっと、コンビニでお金下ろした方がいいかもしれない。お金今0円し、0円だから。ちょっと、それの方がいいわ。近いし、今。よしよしよし。プライド？なんだ、プライドって。コンビニ弁当半分以上残ったまま捨てられてるぜ。もったいない。まあでも、食いかけ危ないね。そうね。食うわけねえだろ。もしかしてあんた食ったことあんのか。まあ、ホームレスだったから。え、あ、ないんだ。金の増殖以前に、俺にだって言った。あ、途中で止めちゃった。あ、2000円手元にあんのか。10万。15万。で、装備なんとかするか。あれ？あ。よし。あ、間違えた。はい、じゃあ行きましょう。あ。これでないとね。ここだね。よし、行きましょう。だいぶ道も覚えてきたんじゃないかな。まだ、このエリアはね、もう完璧にね、覚えたわ。ちょ。このエリアはか、あ。あ、そうだ、待って、全部拾ったな、忘れてた。あの矢印があるとどうしてもすぐ反応しちゃう。あ、プライド。あ、途中で止めちゃったから。やり直すのか。食うんじゃねえぞ。食いかけは菌が増殖しやすくて危ねえんだ。食うわけねえだろ。そうね、皆さんも気をつけてください。食わねえよ。菌の増殖以前に。よしよしよ。プライドがあるんだ。来たねー。ちなみに、オッケー。未開封の弁当が捨てられてたらどうすんだ。未開封は。捨てられてんだったらやめな。あ、まあ、途中で終わっちゃった。ジョブチェンジ。こちらになります。ああ、でもやっぱり用心棒が未だに高いな。ホスト、あれ？ホスト、アンロックされてる。前回アンロックされてなかった気がする。いやーでも一回コミジュのとこ入っちゃうと出れないと思うから、しばらくはあれ。これで行こうかな。この格好で行こう。ランク12だしょ？で、ナンバー3。あー、ストリートミュージシャンまだ5か。用心棒な、やっぱ地下であんなきやったから。いくらお金なくても食べないよ。賞味年内の未開封健康食品なら。いや、でも捨ててあるんだったらね、普通にどんな状態でも食べたくないよね。捨ててあるのはちょっと危ない。怪しすぎる。ちょっとみんなシルバーのなんかテカテカな服行こう。足立さんは、軌道、あ、やっぱこれか。これやろう。で、サエコさん。あ、やっぱサエコさんキャバ嬢か、未だに。回復薬重要。あれ見てなかった。あ、待って、もう一個目いこうじゃん。回復7。あ、勇者高。
これ？ん？勇者？でも、HP 下がっちゃうんだよね。HP が少ないのはでかいよな。このジョブだと HP が361まであるんだよね。だから、あ、でも、勇者でも、でも勇者だと、HP と MP も下がるし、回復能力は高いけど、瞬発力がちょびっと上がって、器用さと反応の耐性率も下がる。このままにしとこう。ナンバさんは？攻撃力がホームレスだと上がるのね。ねえ、やっぱりレベルがちょっと下がりすぎるよね。うわー、どうしよう。いや、やっぱ他のやつはちょっとレベル上げしてからだな。のっぴーは、ちょっと他のは、もうちょっとレベル上げるしてからにしかいな。うん、よし、このままでいこう。よし。はい、ありがとうございます。あ、なんか、あ、気のせいか。あ、だ、はい、じゃあ行きましょうか。で、なんだっけ。武器のところってなんだっけ、名前。これか？違うな。武器のところの名前なんだっけ？これ？あ、違うか。あ、これか。これだ。これどこ？あ、ここか。近い近い。オッケー。じゃ、ここ行こう。よし。後々、極技。あ、PT バランス調節。PT バランスって何？ PT バランスってなんだ？レベル10と20か。20の人がちょっと。まあでもレベル10がいるから、レベル10の人たちがいる。あ、SM クラブじゃん。おーい。やっぱこのジョブの方がレベル高いから一撃が強いな。いや。パーティーバランス。あ、パーティーバランス。そういや、こういう言い回しって海外ではどうなんだろう。あ、どうなんだろう。でも似てそう。同じそう。パーティーとバランスって両方とも英語だから同じそう。いや、なんか、こういうゲーム本当初めてなんで、そういう用語すらもちょっとよくわかってないんだけど。あー！武器でもどうかな？ない気がするな。前回やった気がするな。このジョブのまま武器やった気がするな。この前。あの、地下から出てからやった気がするんだよな。やったよな。武器作ったよね。で、他のジョブの時に、あ、これいけるんだ、みたいな感じだったから、もしかしたら、この15万を下ろした意味なかったかもしれん。まあ、とりあえず行くか。素材がね、そう、なかったんだよ、確かあんまり。まあ、とりあえず行くだけ行くか。よし、近いし。やっほー。生産する。バットの素材が薬局に売ってそうなやつでした。へえ、あ、薬局行ったことないかもしれない。今日か。あー、ほんとだ。アタックゼロ、ほんとだ。あ、でもこれでき、ん？待って、今、位置が持ってんのってなんだっけ？ん？待ってよ。書く。違う。あ、今、ん？これ持っ
るやつ今。何比較しないのこれ。今位置何持ってんだっけ。みんな何持ってんだ。位置は今このノタなんとか、ノタの刀と、で難波さんがこのお宮なん、あこっちの方がいいじゃん。あ、まあ位置持ってんのか。で足立さんがこのシールドで、サエコさんがシンプルポーチか、野立ち、野立ちか、野立ち。え、なんもアップグレードできないな。うん、なんもないわ。いらん。さ、武器生産。お金が、あー、これ何？これは誰が持ってんだ？あ、違う違う違う。あ、これなんだ？この何のアイコンだ？今これじゃないのか。じゃあ意味ないや、作っても。で、今これじゃないでしょ？あ、今、用心棒。持ってる？比較。あ、これの方が高いじゃん。作れるし、3000円で。あ、間違った。これ作ろう、1個。めっちゃいい感じ。よっと！よっと！できた！ありがとう、すみれちゃん。よし。んで、起動体は何も作れない。で、さやこさんの条文も使えない。そっか。よし。じゃあ、位置のお下がりあげる、ナンバさん。防具。書く。あ、この前そっか。位置にトリックハットあげたのか。そっかそっか、思い出した。じゃあ、何作れそう？なんか一個ぐらい作ってもいいけど、お金あるし持ってきたし。おお、これいいな。これ、このブーツ、え、あ、10万高い。なんで靴こんな高いの？え、高くない？そうだそう、前回も高って言ったんだわ。え、高いな。トリックハットでも結構上がるから、これで。あ、でもトリックハットも10万円高いね。パイレーツハット。6万円か。全部高いね。え、あ、200万。高い。え？ 0 円？あ、わかんないからか。え、でも一番安くない？あ、3万円のがある。あれ？これ、これた、え、これいいじゃん。何これ？待って。メタルなんとか。あれ？このメタルなんとかって3万円で買えるの？靴？あ、3万じゃん。これにしよう。作れる。最後の仕上げ。オーダーメイド高級靴だからかな。そういうこと？確かに靴も高い。現実世界でも靴は高いもんね。よしよしよし。まあこんなもんでいいだろう。お金も使ったわ。カジュアルポーチぐらい、今のジョブで。あれ？カジュアルポーチできてた？カジュアルバッグ。カジュアル。キャバ嬢できない。ん？うん、できないね。うん、よし。あ、バックでしたか。そう、バックみたいだった。じゃあ、できないので。で、みんなアップグレードだけしようか。じゃあ、位置に一番いいやつあげて。で、靴も新しいの買ったから。位置にあげて。あ、でも、あ、守備力上がるけど、攻撃魔力下がるのか。瞬発力。いや、守備力いいわ。あげよう。で、で、ナンバさんに、お風呂あげて、靴。ね、位置の、
あげて、マダチさんもナンバーさん、あ、扱えないから、靴。靴だけ、アップグレード。あ、できないんだ。なるほどね。あー、ちょっと。さやこさん、同じ靴履けんの？あ、履けるじゃん。あ、ローファー履けんのか。攻撃力が下がるけど、いや、ローファー履こう。足立さん。あ、そっか。よし、これでいいや。オッケー、これでいこう。で、なんか HP 下がっちゃったな。コミズル行く、ついでに、ここだね。ご飯屋さん寄るか。ご飯屋さん。コミジュル行くついでに。よし、コミジュル行くぞ！よし、やっと行くぞ、やっと行くぞ。あ、待って、お金。負けたらお金が全部なくなっちゃう。お金下ろさないとダメかもしんない。ポッポ、もう一個あったっけ、ここら辺に。あ、あ、違うだ。これは？あれ？遠いね、これ。え？ん？いや、遠いな。お金入金ね、しないとなくなっちゃう。そういえばね、配信外でね、やってた時にね、負けてね、お金取られたの、5万円ぐらい。5万円ぐらい取られたんだよ。マジで泣きたかった。配信外でかよ、それもうと思って。もう間違えて変なところに行っちゃったの、この。ここ間違えてここまで行っちゃって、ここ超高いの、レベルみんな強くて。で、死んじゃって、お金取られちゃったの。めっちゃ悲しかった。そう、5万ぐらい取られた。マジで。配信外でかよと思って半分泣きそうになった。まだ配信上だったらいいんだけど、それもみんなが見てないとこでこんなにお金ロスするのとか、辛すぎると思って。よし。まあまあまあ。でも銀行の中見たらまだこんなにお金あるのかと思ってちょっとほっとしたから。あの時は痛かったな。あ、13か。あ、余裕余裕。そう、強いステージみたい。なんかまだ暗いから、あそこ歩きに行ったらマップ広がると思って調子に乗って行っちゃったらね、超絶強くてびっくりしちゃった。なんかみんなレベル25で、なんか、あ、ノピも25だから、でも多分ジョブレベルが低いからだと思うんだけど、余計ね、すぐ死んじゃった。レベル20の相手でもちょっとだけめんどくさいなって思うのに、同じレベル24、25で強かった。だから自分と同レベルの敵は、ちょっとまだなんだなと思った。自分よりやっぱり下じゃないと、きついんだと。またこの会話。どう？まあいいや、走ってるだけやから。聞いてやろう。休憩開けるので失礼します。いいえ、来てくれてありがとう。お仕事かな、頑張ってね。よし、はい、お金を預ける。全部預けます。はい、よし、コミジル行きましょう。あ、そのついでにご飯屋さんある？近くに。あ、ご飯屋さん、ここのご飯屋さん行こうか。主にの誓いに行こう、ご飯。ちょっと回復しに。こんにちは、先生。ハッピーバレンタインズデイ。Hello, welcome. ハッピーバレンタインズデイ to you too. 来てくれてありがとう。無一文になった。いや、ちゃんとね、お金が銀行に入ってるので、お金を、my savings account だから。savings account。あ、こう、お金、拾ってない。100円、100円ゲット！は？あ？あ、大丈夫、大丈夫。ここのおじさんめっちゃぼったくりなんだよ。超高いんだよ。
ちょっと見た？見たか。よし。あー、ごめん。あ、ここだ。ここ、焼肉屋さん。うわー、焼肉食いてー。なんかやばい、お客さんがいる。お客さん、十分酔われているようです。あ、酔っ払い。今日はこのくらいにしといた方が。んだと。あ、そっか、お金ないから食べれない。飲むだけのクズになったと思ってんだろ。何を言うんですか。そんなこと思ってませんよ。とにかくお水でも飲んで落ち着いて。落ちぶれてたぞ。やっぱりそう思ってたんじゃねえか。やばい、めっちゃ怒ってるこの人。もうどうしたらいい。助けたら無料でご飯くれるかな。揉めてるみたいだな。ちょっと今お金ないんです。100円しか。あんた何があったか知らねえが、水でも飲んで冷静になれよ。なあ、そうだ、冷静になりなさい。恥ずかしい。酒がまずくなったし、他の店で飲み直す。おはようか。おはよう。おはよう。ここの常連なのか。まあ常連さんか。昔人気のあった韓流スターですよ。ご存知ない？知らないな。そういうの疎くてよ。ちょっと知らねえな。わかんない。しかし、そんな芸能人もこういう店来るんだな。初めて見たぜ。まあ、今はもう引退されたみたいです。スキャンダル？どんなスキャンダル？映画とかに出てた時はキラキラしてたんですが、人は変わってしまうものなんだ。まあね、いろいろあったら変わっちゃうよね。悪かったし。他の店でも荒れてなきゃいいんですが。あー、サブストーリー。あ、お金をくれるわけではない。100円しかないんです。お金。あ、なんかふ、なんか、あ、なんか、あ、なんか、さあ、ちょっと、ねえ、ちょっと待って。ねえ、めっちゃさっきの人より迷惑なことしてる。すいません、お金ないの。気がつかなかった。全部お金下ろしちゃった。10円、10円、110円になったよ。なんもない。10円、120円しかないよ。ねえ、お金下ろしちゃった。間違えてお金下ろしちゃった。あ、こいつとお金稼ぎ、あ、小銭稼ぎしよう。ギリーマ、なにこいつ、初めて見る。怖い。いや、怖い。え、怖い、この人強いんだな。え、じゃあ、ゴー。おー、ああ、強い、やばい。22、レベル22ってこんなに強いんだっけ。あ、ミスった。え、全然アタックされないじゃん。いけー、ゴー。待って、21か。あ、以下21で。いけ、マヤチさん頼む。全然やばい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 、やば、強くね。じゃあ1位も、じゃあまた同じ子か。ショベルカーよりレベル高いから強そう。え、ショベルカーよりレベル高い？気がつかなかった。怖い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 。安直に小銭稼ぎできると思ったら、あ、間違えた、自分にやっちゃった。まあいいや。これでいこう。レベル17だった？え、あれ、17だったんだ。うわ、懐かしいな。怖い、怖い。え、足立さんやばい。サエコさんもちょっとやばいんじゃない？ちょっと防御して。1が、じゃあ、あれ、これみんなでやる？何もなかったらやだな。じゃあ、でも、極大。威力すごいんだから。じゃあちょっとめんどくさそうだか、この人。スキップ。おー、よし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 、いったいったいった。いいじゃん。
あ、やばい、ギフカードしててよかった。じゃあ、ナンバさん、そう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 、応急手当だ、応急手当してあげて。どうするかね。で、足立さんちょっとやばいから、やばやばい、サイコさんも危ないし、位置に頼みましょう。で、またこれ行こう。よし、行け、キープ。よーし、あ、よし、もう、あ、ちょっとだ。瀕死だ、瀕死、瀕死状態、瀕死状態。いけるよ、いけ。よし、はい。よかった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 。1100円、あ、ご飯買えんじゃない、やっぱいいお金、おか、いい小銭稼ぎになったかもしれない。ちょっと、見に行こう。いくらいくら、あ、ここか。ナイス、ありがとう。あ、ちょっと間違えて、間違えて出ちゃった。違う。焼肉食べてー。あ、2200円か。いや、でも、うわー、高い、ブルコギと赤。ねえ、もうちょっとお金いるな。高くない、ここ。焼肉だから高いのかな。焼肉だから高いの、もしかして。ちょっとチェーン店みたいなバーガー屋さん行ったらもうちょっと安いとこあるかな。近い、一番近い、こんなに。うん、ちなみ、ん、じゃあ。これ何、ご飯屋さん。ここで行くか。高くないか、こんなもんかな、全部こんなもんだっけ。焼肉だし、牛丼、牛丼行きてー。牛丼行ってないね、そういえば、あんまり。一番近いご飯屋さん行こう。途中でこういうやつらに見つかったらちょっと面倒だから。あー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 、あ、なんか落ちる。そう、登場会のこのダイモンがいっぱい拾ったんだよ、そういえば。これ持って行かないと、その、会いに来てって言ってた人に会いに行かないと。めっちゃあるんよ、めっちゃ見つけたから。ん？ここじゃない。あ、ここか。ここか。あ、ここのご飯屋さん。あ、ここじゃん、牛丼。牛丼行こう。うわー、牛丼食いてー。お、やっぱ安くない？安っ。やっぱりお店によって違うんだね、値段。あ、でも全部で2300円が高いな。じゃあ、おすすめにします。はい、お願いします。いただきます。わ、牛丼食べたい。日本に行ってる間に牛丼1回しか食べなかった、そういえば。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ナイス。わ、さっきと全然値段が違う。やっぱ焼肉だからちゃんと値段現実的になってんだね。よし、じゃあ行こう。コミジュル、ちょっとコミジュルに行く前に変なのに出くわしたくないな。あそこにいるし、もろ見える。ちょっと、どっか行ってくんないかな。あ、いなくなった。ん？あっちにいる。あっちにもいる。いっぱいいる。割と生々しい値段してるよ、竜がごとくね。今まであんま気にしない、あれ？ん？方向間違ってる？あれ？え、こっちから来たくない？こっちから来たよね。あんま気にしてなかったけど、結構生々しい。うわぁ、ちょっと、マジ邪魔。マジ邪魔なんだけど。こっちから行ける？あ、こっちから行けない。うん、こっちから行けない。ちょっと、この、通路あるんじゃないの？こういうのって。もう大通り来ちゃった。このゲーム大通りに通っても、あー、ちょっと、このさ、そういえば、このゲーム、今まで気がつかなかったんだけど、建物入れるのみん、あ、待って、目の前にいるじゃん。そうそう、ここ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 。見て、通れるの、すごくない？今まで気がつかなかったんだけど。こうやって通れるの、気がつかなかった、今まで。この前、配信、終わった後にいろいろ探検してたらね、できることに気がついて。
こんにちは、こんにちは。今から韓国マフィアのコミジュルに会いに行きます。あ、来たよ、来た来た来た。来たよ、お姉ちゃん。名前なんだっけ？準備した。たまにあるそうし、あってね、ぐるぐる回ってた。作品によっては地下街とかもありますよ。あ、そうなんだ。いや、細かすぎてびっくりする。どうした、さっちゃん。あ、電気！うわ、やばくない？こんなにさ、マンション、アパートにさ、こんなに電気のやつやってたらさ、やばいでしょ。すごいっていうか、やばい。なんか危なくないのかな、あんなにやってて。はあ、確かに蜘蛛の巣みたいにね、いっぱい。なるほど、納得だね。通電してるから。てか、こんなに電線引き込む意味って何なんだ。確かにね、なんかすっごいマシーンがあるんじゃない。この一番上よ。絶対危ないよね、電気ね。電気ショックとかさ、ビビビビって感電しちゃいそうじゃん。え？椅子？何の椅子？おっと。え？何怖い？何なの？あ、ゴキブリキマイ。すなよ。たかがゴキブリじゃねえか。俺ん家で見るのよりやけにでかかったから、つい。怖い怖い。みんな。もっと驚くこと？何？今度はでかい雲？女が消えた。え？いや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 。バカ野郎。一番。なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい、静かにしろって。こんなピー、こんなピー、ハッピーバレンタインズデー。お、誰？うあそこ通るの絶対危なそう。やばくない？この電気のやつ。あ、あ、あ、ボーガン。あ、怖い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 。あ、出た。ボーガンだ。危ない危ない。え、なになになに？え、ね、怖いよ、おめん。コミジルのやつか。どう見ても関係ない。なんでよ、あのお姉さんが連れてきてくれたんだよ。かぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。そういえばゲームの音小さくない？大丈夫？何も言われのか。なら喋んないね。よし、何レベルですかこの人たちは。あ、18、17、18。あ、一人だけ21いる。じゃあこの21にみんな畳みかけようか。いけ。いけ。特に気にない。小さくはない？本当に？あ、だ、よかった。ああ。まあ、ちょちょちょ。あおあおあお。やばいやばいやばい。なになに？気持ち小さい気がするけど大丈夫？本当に？オッケー。じゃあ、あげて、あげた方がよかったら言ってんね。あ、この人。ああ、ちょっと。うん。いけ。よし。え、イチのこの新しい刀なんてかっこよくね。カラフルでめっちゃかっこいい。よしよしよし。あー、くるくるくる。あ、おお、ナイスイチ、ナイス。あ、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 やばい。あ、消えた。あ、こいつも消えるやつか。いけー。ゴー、ナイス。ゴー。めっちゃかっこいい刀。え、見えてないから戦えないの、もしかして。え？え？え？見えないから戦えないの、もしかして。あ、なになになに。え？
何もできないのこれ。じゃあ防御する？あ、何もできないじゃん。防御しようか。じゃあみんな、あ、来た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 、ナイスナイスナイス、オッケー、いけー、よしゴー、よーし、お、4000円、すごー、4000円これで。畜生、さっきの女油断させるだけさせといて。ちょっと、私さっきから、あ、最初から怪しいと言ってましたけど、ちょっと嫌ってたね。よう、この先どうすんだ、カスが。ナイス、ありがとう。行くも地獄。立ち退くも地獄なら、まあ行くしかねえだろう。なんか最近やたらやる気出してない？あの女、ご希望の品は最上階にあるって言ってただろ？ここまで来たらやるしかねえ。最上階行くぞ。ナンバの言う通りだ。どの道コミジュルから情報を手に入れねえと。ああ。だよな。なら急ごう。こんだけ探す、ん？騒がしたんだ。他にも集まってくんぞ。確かにいっぱい来る。いや、え、あ、もうさ、いっぱい、もう一瞬じゃんかよ。なるほど。よし、んじゃあ、片付けちまうぜ、一番。ちょっと、早くね？移動させてくれないんだけど、全然。あ、レベル上がったね。ちょっとだけ上がったね。ゴー！ダンダン、ゴー！あ、ナイス！ゴー！ダン！あーお！あーお！あーお！防御。待って、なんでこっち来るかと思ったじゃん。あー、こいつ、いけ、ドーン、いけいけいけ、あ、こういけ、ゴーゴー、よし、この人に行くか。ゴー！あ、一瞬で、ナイス。ゴーゴー、わあ、ナイス。こんなピーこんなピー、ハッピーバレンタインズデー。今ね、コミジュルっていう韓国マフィアの人たちと戦ってます。ナイスーン、3200円、一気にお金持ちになってきたー。よし、で次に、あ、なんか押してる。投げナイフ？何、投げナイフってアイテムってこと？あ、投げナイフが出てきた。オッケー。じゃあ、一回、最上階だから上に、ん？なんか落ちてた？おどどどど。何もしてないな。よし。あ、なになになに？あ、なんか塞がれてる。ここ行くしかねえ。あ、なんかある。なにこれ？謎の実。初めて謎の実取れたかもしれない。あ、いっぱいいる。4人いた。行くぞ。レベル上がってくんじゃない？あ、レベル22が出てきた。ちょっとレベル22は、様子見で。落ちてる間に行け。あ、邪魔された。行け。よし。じゃあ、いけ、ゴー、ナイス、313、ない、いいね、いいね、半分以上。よし、血も出てる。よっしゃ、あー、くるくる、ガブガブガブガ。いや、この人もう行けばいいんじゃない？あー、まだか。あーあーあー、あ、姿消した。せこいなぁ。いけ、サイコさん。あ、ちょっとだよ。よし、いけ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 、ドーン。こんにちは、こんにちは、ハッピーバレンタインズデー。
あー、今ね、韓国マフィアの人と戦ってます。 GO! おー、一発ナイス。一のあの刀超強くね？超強くてびっくりしてんだけど。おい、ナイス。あおあおあお。あー、いや、いけるいける。これ何も使わなくても普通にアタックで。おお、よし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 、一人だけ。いけいけ、最後さん。おお、いいねいいねいいね。あ、もう終わりだ。よっしゃー、強いね。3200円、レベルアップ。お、レベルアップ。よっしゃよっしゃ。あ、なんか落ちてる。高級焼肉弁当は、さっきさ焼肉食べれなかったからくれたのかな。なんだ、あ、待って、銀色の、よし、開けよう。メタルレガース、メタルレガース、ナイス、ありがとう。手榴弾。あ、なんかここのコミジルのエリアすごいいっぱい、そのアイテムが、投げるアイテムがゲットできるね。なんか、まあ、もう2個目な気がするんだけど。よし、じゃあ行こう。お、なんだ、え、あ、なんか落ちてる。上質な布。あ、なんかある。ガーディアンウォーター、いっぱいね、もらえるな。ところで、今のサイコって極み技何覚えてるんです？え、なんだろう、これ。サイコさん、なんだろう、これ書いてある？わかんない。書いてある？これ、今の中どれか、いろいろ書いてあったか、今の。あ、なんかまたあった。激辛フランクフルト、韓国だから。高級キムチ。マジカルボイス覚えてるじゃないですか。マジカルボイス、え、マジカルボイスって、あ、なんか落ちてる、スーツケースが。マジカルボイス、あ、なんか下の階じゃん、それも。あれ、下行かないと。え、どうやって行くの、下。え、どうやって、あ、え、こんな風に降りれんだ。手榴弾、マジカルボイス。じゃあ、後で、何か、サファイア原石、なんかすごいいいのゲットしちゃった。謎のキノコ。回復技です。あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっと後で必要だったら使おうか。よいしょ。で、また上行こう。おどど。え、これがさっき似た、さっき言った貝か。ここか。なんだ、あ、プラチナ原石。なんかすごいいろんなものをゲットできてるね。あ、これはあっちか。なんかちょっとさ、オンリーアップ思い出すんだけど、これ。あ、なに？え？なに今の？なんか絶対なんかあったくない？え？アイドルがランク7だったらもしかして。あ、そうなんだ。あ、またなんかあった。最高級の革、ごちゃごちゃ感が、そう、オンリーアップに思い出す。目的地に近づいてるね。あ、なんかある。洗礼された鉄。あ、なんかあそこにもある。謎のキノコ。いっぱいなんかアイテム、いろんなのできてる、集められてるね。あ！なに？なにこれ？え、これ行き止まりじゃない？他に行きそうなルートなんてなかったわよね。向こうに渡れば上に行く道もありそうだが、そこの電線くらいしか渡るもんねえぞ。え？怖っ。感電しそうだよ、そんなの触って登ったら。よし、電線渡っちゃうか。マジで言ってる？
まあ他の道探す時間もねえし、探したところに見つかる保証もないからな。それしかねえ。サイコさんどうすんの？保険とかちゃんと入っとけばよかった。え？入ってないの？え？どうしろと？ん？どうしろと？え？え？え、じゃあ下に戻れってこと？電線あたりどうやって？下の階か。ここじゃないか。ん？ん？これ？はあ！もう完全にオンリーアップじゃん。はあ、怖い。で、後ろのみんな大丈夫？あ、来てるね。渡り切ってやった。渡り切った。フランクフルトもゲット。生きた心地がしなかった。あ、すごいすごいすごい。ナンバさんも来て、足立さんも来て。スカートの中見えなかったかしら。誰も見てないよ。サイコさんどこ？あ、いた。あれ、サイコさん渡ってなくね。サイコさん渡ってなくね。あ、なんかある。あ。お。何？殺気が。確かに妙な視線を感じるな。コミジルの連中たちが俺たちを狙ってるんじゃねえか。そう？気のせいじゃないの？まあここは敵の本陣なんだ。用心するに越したことはねえ。周囲に敵がいないかを調べてみようぜ。ああだな。おそらく敵は一人や二人じゃねえ。全員見つけ出して先手を打とうぜ。おう。え、なになになに？え、なに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 ？あ、いた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 。いたぞ。え、あ、こういうこと？え、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 他にもいる？え、あ、いた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 。見つけたぜ。あ、あとは？他にもいる？あ、いた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 。ここか。いたいた。あと、あとは？まだいる？え？もういなくない？え、いる？あ、いた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 。あ、あ、ぶら下がってる。いたぞ。え、まだいる？え、もう捕まえた。見つけた。え、まだいる？あれ、いんじゃない？そこに。いないな。え？もう終わった？どこに逃げやがる？あ、いた！ここか！ここにいたか！え、終わりじゃない？もうないんじゃない？さすがに。え？まだいる？上に。もっと上にいる？もしかして。え、もう全員見つけたと思うんだけど。見つけねえと。え、見つけたよ。え、まだいるの？え、どこだ？え、どこどこ？終わったくない？え、いねえな。え、もういないよ。え、いる？見つけてない人。え、全部見つけたと思うんだけど。え、もう見つけたって。え、え、あ、間違えた。え、いないって。見つけたでしょ。こ、めっちゃちっちゃいとこにいるの、もしかして。どこに逃げやがる。いなくない？ここ。開かないか、さすがに。え、もう全員見つけたよ。え、え、終わったって。絶対。ん？違うな。いないよ。え、まだ？見つけたよ。え？どこにいんの、もう一人。絶対全員見つけたって。嘘。まだ？え、マジ？まあ、あと10秒だ。え、でも本当にないと思うんだけど。小さすぎん？いたとしても。
さん。あ、いない。え？どこかにいるかはず？いたの？揃ったな、お前ら。おう。え？いたのかな？え、講師に回っちまったか、みんな気をつけろ。マジか。どこにいたんだろう。うわ、いっぱいいるやん。ねえ、いやー、いやー、やばーい。よよ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 よ、容赦ないな。めちゃくちゃ来るやん。じゃあもうこれはもう GO。 え、みんな見つけた？のび全然わかんなかったんだけど。全然分かんなかった。最後の一人だったのかな。あ、あー、分からなかった。分かんなかったよね。難かったね。よし、お強いね、ナンバさん。足立さん、あー、じゃあね、これにしようか。 GO！ ー、場所までは覚えてないけど、本気で直視しないとわからないやついた。ほんとに最後だけめっちゃ難しかったんだろうね。じゃあ、え、なんか一人回復してるよ、なんか。ちょっと、よしよしよし、こいつ行こう。いけ、いち。よーし。で、ナンバさん、この人行こうか。よしよしよし。さらに出血した。よしよしよし。いけ！ドーン！いや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 。あ、ちょっとちょっとちょっと。あ、姿消した、この人。じゃあ、この人は、カードスラッシュ！ゴー！あ、一発強い、さやこさん。あ、この人防御しないと動かないもんな。あ、来た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 。あ、違う、これは足立さんか。来るんじゃない？うわ！けっ！おー、強いね。血出たし。よしよし。ナイス！ 4,800円！ いいね！結局どこにいたのか分かんなかったな。開けてみるか。開けましょう。やったぜ。あ、鋼鉄のハンマー？なんか武器ゲットしたよ。ハンマー。あ、待って。あ、でも使えないじゃん。誰が使えるんだ？これか。あー、なるほどね。誰も使えないのか、今。ジョブが違うのか。とか。高級な革？救急箱？右のドラムのところですか？え、右のドラムのとこにいた？本当に？ちょ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 、なんか狭いな、ここ。よしよし、これ何？タフネス G。他には？あ、ほか、ここ、動きにくいな。ね、全然わかんなかったね。ちょっと意地悪な隠れ方だったんだろうな。あそこどうやって行くんだ？あそこは。え？え？どうやって行くの、あっち。え？どうやって行くん？あのスーツケースが取れないよー。っていうか、こっからどう行けばいいんだ？あ？あ？ここ？ドアじゃないの、これ。え？ここ？え？違うの？あれ？え？ここからどうやって出るんだ？
え？う？どうやって上がんのこれ？え？お？あれ？え？どうやってあ、どうやって？え？え、え、通る、え、え、え？え？え、ジャンプなんてあったっけこのゲーム。ないよね。え？あったっけ？ないよね。ないわ。よじ登るなんてないですよ。ないよね。あれ？え？で、どうやって出るのここ。え？こんのぴです。こんのぴー。ハッピーバレンタインズデー。今、ここのね、屋上みたいなとこから出れなくて、なんか、詰まってます。え？どうやって出れるんですか？え？マジ？あ、敵いるし。え？え？クラウチ？あ、あ、違うな。これ写真撮るんだよな。カメラか。こっから出る方向がわかんないよ。I'm freaking stuck! マジで出れないんだけど。え？あ、登れた。そういうこと？そういうことか。あ、わかった。あれ？こういうこと？え、登れない。え？マジか。え？あ、わかった！後ろのあれだ！あの低いやつだ。これ。これだ。よし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 。ああ、よかった。マッスルソーダのためにこんなにぐるぐる回ってたんだ。あ？もやー！コミズル！あ、レベルそんなに悪くはないな。なんとか石屋はなんかめっちゃこの野郎みたいなこと言われてんだろうな、これな。おい。いけ。よしよしよし。あ、来る来る来る。あ、ごめんなさい。おっ、コーン。コーンがちょっとだけダメージを。あー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 、ドス好き。あ、ミスミス。いけ、サイコさん。いけ、これで終わりなんじゃない？位置で。よーし、ナイス。MP 使わないで全然いけるわ。よしよしよし。あだ、ナンバさんも強くなったね。いや、足立さんもいいじゃん。あ、サイコさんナイス。よし、あと一人いけ。ゴー。よし、早かったな。ナイスナイスナイス。3200円、いいね。悪くない悪くない。アイテム。お、銀の金庫。いたぜ。パイレーツハット。あ、帽子だ。さっき見てたやつじゃん。トリックハットよりはちょっと、いや、あれなんだよね、確か。あ、でも、守備力は上がるけど、攻撃力は下がるんだ。そうなんだ。じゃあ守備力いいから、じゃあ足立さんにお風呂あげよう。よし。で、さやこさんが麦わら帽子ちょっとダサいな。全然服に合わない、さやこさん。
よし。タウリナープラス。開けてみるか。開けましょう。プロテクター、お、いいね。どんな感じ？プロテクター。あ、これ、同じじゃん、南波さんが持ってるやつと。じゃあ、足立さんにあげようか。あ、でも、おー、か、守備力だけか、上がんの。じゃあ、さやこさんに。あー、あれ？あ、そうなんだ。じゃあ、いいや。よし。こんなぴー、こんなぴーです。Happy Valentine's Day! Welcome, welcome! 今ちょうどコミジルっていうね、韓国マフィアの、溜まり場に潜入してるところです。はい。よいしょ。あ、なんもない。通れ、あ、こ、あ、ん？あ、もう完全にオンリーアップじゃん。え、なに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 ？あ、虫か。ちょっと虫が顔に当たってな。もうホームレス生活長いんだから、その大したことないでしょ。それはこっちのセリフなんだけど。あ、ここ通れないのね。よしよし。不思議な石、あ、ここの、ま、ここのステージいろんな変わった石とか拾うな。あ、なんか落ちてる。ん、何、なんとかやかな、アルミニウム。何？高級キムチ。キムチ。ね、オンリーアップ似てるね。救急箱、いいね。救急箱二つ目じゃん。お、なんだ？その隙間くらい飛び越えようよ。飛び越えられないんだもん。こっから先、コミジルの中核、やべえ奴らが待ち構えてるかもしれねえ。準備はできてるか？え？え？できてる。ああ。おー、準備バッチシだ。そうか。じゃあ、行くか。レッツゴー。なんだなんだ？いいですね、皆さん。うん？お見事でした。誰？あ、このおじさんじゃなくてお兄さん。ご無礼いたしました。お許しいただけますか？助けてくれた人。俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか？嬉しいですね。すごいブラインドタッチで携帯やってるよ。助けてくれて、今回は襲ってか。何何この人。お、マスク取んの？こちらにも事情がございまして。申し訳ございません。はあ。何こいつ、嫌なやつ。なんだ？イケメンだって褒めてた。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております。参謀。ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ。ハン・ジュンギ。なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ？そうだそうだ。あなた方のお手並みを拝見したかったもので。なるほど。彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は。いい人ってこと？ええ。あなた方はお強い。うん。私一人で十分抑え、こいつボスか。と判断しました。やばい。ハン様。条件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。確かに、もう時間がねえんだよ。ちゃんと普通に言って。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。だから、バカにでも分かるようにお話しさせていただく。うわ、ちょっと嫌なやつだね、言い方。親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。
俺のことどう思うと、こっちはヘトも。え、もう1時間過ぎたの、やば、早っ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。あれ、この人ボスじゃないのかな。舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。こんなピー、こんなピー、ハッピーバレンタインズデー。なんかみんな今日平日なのに来る人多いね、挨拶しに来てくれる人。記憶にありません。あなた方は特別な客です。すごい。もっと喜んでくれてもいいんですよ。え、わお、何、怖い、監視カメラだらけじゃん。わお、これだからこんなに電気が必要なのにね。はい、必要なのね。ハッピーバレンタインズデー。でかくね、モニター。なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像。すごっ。様々なカメラを覗き見できるようになっています。やばですが、これだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけではまかないきません。なるほどね。だから町中から東電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね。清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。なるほど。身を守っている。コミジュルの勢力は清流会やハンピン。ああ、人数が少ないのか。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。なるほど。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーであることが我々が生き残るための戦略となったのです。頭いいね。頭脳派ってことね。どういうことだ。例えばもしハンピン・リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三つ組状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末も始末ケースバイケースで。へえ。我々が手を下すケースが多いです。あ、そうなんだ。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。怖ーい。あくまでビジネスとしての活動ですがね。ビジネスね。もしかしてマブチも始末したってことかい。ラオマーはまだご存命です。お、まだ生きてる？ですが、あちらのモニターを。あ、いた。乙姫ランドの店長の死亡。あ、違う、これ昔の映像か。その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。すごい。もちろん承知してますよ。今の映像を見れば、マブチは黒。ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。ねえ、これが必要。は？しかし、すぐにはお渡しできません。なんでよ、ちょうだいよ。お目にかけたいものがあります。どういうことだ？このピー、このピー。わかりますよ。
Happy Valentine's Day! なんか仕事しながら聞いてる？あ、そうなの？ありがとうね。お仕事頑張ってん、ちゃんと。全然、仕事の方、集中してもらって大丈夫だからね。なんかすごくない？このビル。外ボロッボロなのに、中超、なんか、設備よ。え、なにあれ？なんか変なもの作ってる。どうぞ。近くまで行ってもらって結構ですよ。すごい、ロボットの手がなんかやってるよ。うわぁ、レーザーでなんかやってる。わかんの、ナバさん、見ただけで。え、なに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 ？ん？なんだ？ガラス？なに？なんかすごい防御のなんか作ってんの？新しいマテリアルみたいな。うわ、なに？なに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 ？偽札？え、違う？偽札じゃない？めっちゃハイテクね。偽札。うわお！エンド偽札だ。すごーい。あんな風に作るの？偽札って。こんなハイテクなロボットが作ってんの？また偽札？いや、マブチのとは別口か。どうなってんだ？マブチにあげてんじゃない？あ、違うんだ。レベルが違うのか。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで。ミクロ単位？最新の印刷システムで作ってる。すごっ。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。何の準備？直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。あ、普通に印刷？そっか。話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。え、何？なんかすごい人？この人。ご紹介差し上げましょうか。はい。ボスなんじゃない？コミジロの。皆さん、こちらは孫妃、我がコミジュルの総帥です。総帥。すごっ。総帥。この姉ちゃんが総帥なんてすごくない？女。マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。あったね。あったあった。白紙の束、箱に詰められた。うん、ああ見たよ。あれはとても特殊な紙なの。へえ。工場で成分を調合されて生成されたものをハンピンリューマンが取り寄せてる。あ、それを使ってんのか。作られてんのか。なるほど。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。じゃああんたらはハンピン。ああ、じゃあイチたちちょっと余計なことしちゃったんだ、コミジュルにとって。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ、どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピンリューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピンリューマンの人間がここに届けてる。なるほどね。ハンピンリューマンとじゃあ仲いいんじゃん。誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。マブチでしょ。すべてハンピンリューマンのトップ。あ、超超よ。じゃあ超はそれを知ってるんだな。もちろんよ。超に黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだ。
あれもコミジュルのビジネスなのか。人民元。それともやっぱりハンピンリューマンの。そのどちらでもない。え？え？あれはハプニング？マブチの部下がある日、倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを成り前にしていたの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるって、ね。ああ。マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭に確かにあんまりね、頭良さそうな人ではなかった。びっくりしたもん。事実かも、ね、この人がって思ったもんな。マブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でもチョウはすでに知ってた。あ、知ってたのか。見てみぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたら蝶だって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。あ、ネックレスが雲だ。マブチは同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？円の紙は三つ葉だった植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。はあ。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。そうなんだ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ。ある筋からその情報は漏れていた。おお。何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえ。生み消されてんでしょ。でしょうね。あなた若すぎる。え？ああ、いや。え、じゃあこの女の人結構年いってるってこと？本当は。真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。あ、持ってる？なんであなたは持っているの？一番。ポッケに入ってたやつ。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにもそんな品があるはずなもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムは、ああ、見てたんだ。現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然、その偽札を手にしているお姿もです。ですから、怖い。ゆっくり話を聞かせていただきます。三つも銃。我々はようやくその機会を得。いや、見てたんならだって、見てたでしょ？どうやって手に入れたか。見てないの？待った。事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？分かんないんだよ、信じてよ。私が撃てないと思って舐めてるの？後ろの手がすごいな、ロボットな。やるときはやる人だって思うぜ。震えてる位置。念のために聞いてみたのよ。そう、気がついたら入ってたんだよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。ずっと見られてたんだ。あなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし。そう。そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。そうなんだよ。だから血だらけなんだよ、その髪。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃない。それは申し訳ないけど、そうだね。と言い方ってもんがあんだろ。でも、え？お前は違うな。ナンバ！え、怖い。何？ナンバさん？え、なになになに？
お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。え？いつの間にそんな写真を。なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ。確かに難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで。じゃあナイチンゲール症候群、看護師が患者に惚れちゃう。あれ違うだろ。お前は。え、難波さん、この偽札がコミジルのものだと知っていたな。なに、難波さんはなんか。あぁ、難波まだ総帥が話中だ。怖いよ。なに、難波さんスパイみたいな、侵入警察官みたいな。なになになに、こんな今まで一緒に戦ってきたのに、命の恩人なのに。ナンバ、お前うわ、なんか言う、なんか言うの。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの。ナンバ41歳、元看護師。あのね、そういうことを聞いてるんじゃ。秋葉翔一は誰それ。弟だ。秋葉翔一。秋葉翔一、フリー記者の。なんかあった。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。なになに、殺されたの、コミジロに。秋葉翔一はあんたの弟。よ、待て、何の話してた。何、よくわかんない。半年くらい前、どっからこの施設のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。なるほど。その名前が秋葉翔一。ところが偉人町に入り込んです。え、消えた。どこかに消えた。どこかに消えた。ああ、なるほど、そういうことね。あ、でも大丈夫大丈夫。直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前ら弟探しに来たのね。弟をどこにやった。そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。まあ確かに異様に詳しかったもんね。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジルを近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口も使わない。なるほどね。でそしたら一が持ってるの見たから。車ではな。一番。まあよかった、なんか悪いやつじゃなかったから。変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。なるほどね。でも蓋を開けてみりゃ何も分かんなかったからね。何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってる。じゃあ今までの一緒の時間は嘘じゃなかったってことだね。よかった。じゃねえんじゃ、これ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の。ああ、そういうことね。もっと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバ、でもこんなことになるなんて。すまん一番、すまんみんな。謝ることないよ、まだまだ大丈夫だって。
俺の弟をどうした？殺したんかな？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ。確かにそれぐらい教えてくれたっていいんじゃない？教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。優しい。すごい、弟のためにホームレスになるってすごいいいお兄ちゃん。こいつらだけは助けてやってくれ、頼む。よいしょよいしょよいしょ。ハッピーハッピー。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。はい。ショーにも気に入られてるみたいだしね。ちょっと難波さん、どこについてくの？監禁するの？よ、ちょっと待て。返してよ。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。かっけー。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？仲間だよ。そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって命の恩人だから。人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。そう。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。そう。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。かっこいいね、イチ。あ、目が覚めた。早くな。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。かっこいいね。あなんでそこで銃を上げる必要あった？いやナイス。俺がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。いやー、戦い始まる。やれるもんならやってみろや。やってみろや。お、来た。ハンジュンギと戦うぞ。レベル23、え、高っ。レベル23高いね。これはもう最初から行くしかない。行け。てか総帥とは逃げたの？総帥とは戦わないんだ。あ、間違えた。え、もう最初から行くから、最初から行こう。行け。スキップ。うわ、え、全然、え、全然、うわちょ待って、ちょ待って。あ、そっか、ナンバさん入れないから3対1なのか。やばい。ナンバさんいないとか HP リカバリーの人がいないからきつい。はあ、やばいやばい、毒に侵された、やばい。じゃあカードスラッシャー行こう。血出ないね。ちょっと1アイテムで直そう。風邪薬1個あってよかった。今使ってよかったかな。はあ、効果なかった、どういうこと？え、もしかして間違えたやつ使った？くっそくっそくっそー。あ、ちょっと待って、やば、全然ダメージが、全然ダメージが、あー、眠くなっちゃった、やだ。待って、 HP、 やばいやばい、マジカルボイス、 HP、
味方のメンタルがこれか。1にやろう。1。何かわいい魔法のステッキ持ってる。え、すっごくない？ HP のリカバリーの量やば、すごい。びっくりしちゃった。これやるか。少なくてもこれが一番。あ、でもこの格好ってまだ見てないかもしれない、みんな。うわお。あ、カパン蹴って、あ、チンコ、あ、言っちゃった激あ、マジ言っちゃったYou guys didn't hear anything? 何も聞いてないね思わず言っちゃった間違えちゃったえっと何がいいかな。 MP が低い。うーん、これだな。いけー、ゴー。あ、ミス、なんでやねん。ねえ、アラチさん起きて。ちょっと待って、やばい。ちょっとサイコさんもやばい。あー、ファック、ちょっとやばい、ちょっとやばいって。え、やばい、 Holy shit Fuck Damn Shit、 待って、やばい。ねえ、アラチさん起きないし、全然。ねえ、起きて。ランビットナイフ、なになに。あー、バババババババ、これやられてる。あ、起きた起きた起きた。メイズ覚めた。いや、さすがに目覚ますよな。え、な、ねえ、カスが起きて。やばい、どうしよう。え、回復なんもないのか。やばい、ちょっと。お、落とされるってこれ。危ない。ちょ、カスカ行き。意識の戻して。え、やばい。え、待って。回復なんもないのか。じゃあ9。デリバリーヘルプ。いや、ちょっと今、出勤してもな、どうなんだろう。あ、負荷条件？え、一回今のところ。え、どうしよう。うわあ、悩む、どうしよう。な、え、どうしよう。うわあ、ちょっとアイテムでどうにかできるかってみるか。え、よ、ちょ、サイコさんがいない時点でもう危ないんだよな。え、使おうか。いや、使おう。頼む、おじさん。来て、来てください。頼む。よろしく。赤ちゃんを清めた男。すすむちゃん、え、嘆きのなんとか、とど、なんとか、え、すすむちゃん、え、全然聞かなかったやん、なんやねん。あ、死んだわ、死んだ、もう死んだ。全然効かなかったし、やばすぎ。アイテム、しんどく？え、アイテムダメだな。え、やばい、どうしよう。あ、ちょっと待って、カスがまだ。あ、アイテムあれ使ってみようか。これ1個、手榴弾1個あるから、どんな効果あるか。うわ、全然大したことなさすぎ、びっくりした。死ぬ、もういや、死の。あー、さすがー、何もしてないのに死んだバトルに再挑戦する、全回復状態で再挑戦する。9600円、これ。1万円あってよかった。デバフ技ですから、こう、あ、デバフ技って何？え、どうしよう。アイテムこれやる？
あんま大したことなかったな今の。やば。あお。Let's go all out。ステータスダウンですね、デバフ。え、どうしよう、勝てる気がしないな。あ、でもいいかもしんない今の、悪くはない今の。いけ。はい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 。あー、やばい。おさやこさんはHP 係で、 HP 係で、あ、間違えた間違えた。どうしようかな。重心の守備力上げよう。そうしよう。でこれに行こう、とりあえずもうこれで。はい、ゴー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 。はいはいはい、さっき量いい。オッケーオッケー。いけ、ゴー。ちち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 、やばい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 。オッケーオッケー、ばばばばばば。はい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 。はあ！ちょっとやばいやばい。ねえ、サイコさんが落ちたらやばい。これやってみようか。お願いお願いお願い。はい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 、悪くない悪くない。やばい、眠ってしまった。え、ちょっとやばいな、サエコさん。自分にやるか。どうしようかな。自分がやばいな、これはな。じゃあ自分に、やるか。よし。はい、で、1でしょ。いけ！頼む。はい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 。もう足立さん起きろー。やばーい。サイコさん、でもさっきより悪くない。1に上げて、はいはいはい。で、よし、あと2回ぐらいできる。いけ、頼む。ちょびっと下がった。ねえ、足立さん、ほんと起きて。マジで。あー、やばいやばい。サイコさん狙われてる。よしよし、ガードガード。よしよしよし。あ、やばい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 。サイコさんやばい。ねえ、足立さん、ほんと起きて。ほんと、足立さん。自分にやりまして。あ、でも守備のやつ下がっちゃってるから、やっとけばよかった。まあ、いいや。やばい、あお、ちっちゃ。あ、やばい。毒で苦しんでる。解毒剤があったっけ？さっきのじゃダメだったから。あ、これか！よしよしよし、これだこれだ、よかったよかった。1個しかなかったからよかった、持っといて。さっき使わなくて。よし、いけるんじゃ、あー！やばい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 。あー、あー、やばいやばいやばい。よしよしよし、ガードしてある。はい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 。自身の守備力上げる。はい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 、悪くない悪くない悪くない、いけるぞこれ、いけるぞ、いけ。はいはいはい、あ、ちょっとあちょっとあちょっと、よし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 、悪くない、足立さん、よっしゃ足立さん、 finally OK、 いけ、頼むー、よっしゃー。よかったよかった、ふう、よかった、2回目でいけて、ナイス、ありがとう。やるもんですね。でしょ、やってやったよ。逃げるぜナンバー1番。逃げるぞ、
立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。あ、目が変なふうになってる。やってやるよ。もういいって。まあ、ナンバさんがいるからいいか。え、ナンバさんねえ、カムオン。え、21、22、やばい。どうしようかな。のぴさんの、え、何ブランク上げた賜物の、あ、レベルアップしたからってことかな。あ、じゃあこれは、これ自分で守備力上げとこう。さっきと同じ方法だ。いくぜ。22のやつどこ。あ、この人いけ。スキップ。よしよしよし、悪くない。さやこさんは回復覚えてなかったら積んでる。確かにやばい。これする？これやろうか。たまー、よし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 、隣のやつちょっとダメージ入った。よかったよしよしよし、姿を消した。おいおい、オッケー。じゃあね、じゃあさ、敵の攻撃力を下げる、味方の攻撃力上げる。これするか。あ、間違えた。これを、1に上げようか。あ、足立さんに入れればよかった。足立さんの方がちょっと弱いから。まあ、いいか。後で上げようか。この人。あ、待って、普通のやつだ。まあ、いいや。あ、よし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 、よかった。OK。この人、いけ。よし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 。なおー。なに。あー、超近いとこでやられた。大声で叫んだ。ミス。オッケー。攻撃力を、足立さんに上げて、いけー。で、これを、こいつ、いけ、ゴー。よーし、ナイス。あと2人。じゃあ、またあとで いそうだからな。いけ。あ、もう一人の方にやっておけばよかった。まあ、いや。オッケー。あ、くる。やべ。じゃあ、敵一体の守備力下げる。あ、間違えた。これをこいつにしよう。はいはい。で、で、これでやろうか。いけー、ナイス。なんでミスるのそこで。マジかよ。じゃあ、光が収まった。あ、ナイス、サイコさん。オッケー。あー、くるくる、あー。じゃあ、攻撃力を下げるか。こいつやろうか。
じゃあでこいつゴー、血出ない。あ、でも結構すごい一撃だったな今の。やっぱ守備力下がってたからか。いけんじゃね。妨害された。マジかよ。いや、守備力、あ、自身の守備力、あ、自分な上げた方がいいな。よし、念のためね。はいはい。あー、おい。いや、これはもうこのままいけるでしょ。よしよしよし。はいはいはい。で最後こいつ、うん、行こう。いける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 、いけんじゃない、このままいけるいけるいける。よし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 。あお、いや、一頼む。よーし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと、あ、サイコさんが危ない。4000円。ふうふうふう。次ボスとか来ないで。あ、総帥。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと。ナイス、ありがとう。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。すごいいいよ呼び方。そういう子が妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな昭和の女。昭和の女。戦うの？めっちゃ怒ってる。戦わないんだ。後ろで見てるだけね。うわー、ちょっと待って。自分にやるしかない、これは。はいはい、回復して。じゃあ、23レベルの人いるな。あ、間違えた。じゃあ23レベルの人は、あ、間違え、あ、もう一回、もういいや、いいや。はい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 、お、半分以上いいね。オッケーオッケー。じゃあこれじゃなくて、こいつやるか。いけー。お、ちょっと待って、今違う人にぶつかんなかった？あ、姿消した。あーあーあー、私の番ね。だから、自分の守備力上げときまして、こいついけるな。こいつこれでやっとくか。あー、いや、もったいないな。普通に行こう。よし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 、よかったよかった。オッケー。あお、あお。いやー、ちょっと もったいないな MP が。あーあ、隠れてるやつが出てくる。あー、ちょっとサイコさん、HP やってあげた方がいいかもしれない。C ね。これ、あ、足立さんだな。はいはいはい、ありがとう。この人普通に。よし、よしよし。これやるか。ん？これ何？これでやってみるか。よし。おお、結構強いな今の。やばい。いやー。じゃあ、味方一体の攻撃力でしょ。じゃあこれを足立さんにあげて。頑張って。よし。こいつにこいつに行って。
よしよしよし、あと1人、よっしゃ。これはもうみんなでボコボコにしたらいけんじゃないかな。よしよしよし、ナイス1。あ、ちょっとここで、これでいけんじゃないかな、いけないかな。よし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 、ナイス、あやこさん3200円、ちょっと安いな。バリーって早くしろって意味だよね、韓国語ね。まだ来るんかい、すごく RPG してる、ほんとに。ナンバさん戦える、なんだ、あ、戦いそう、戦ってお願い、頼む。もう動けそうか。よし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 、4人だ4人だ、大丈夫だ、ナイス、ありがとう。時間を稼いでいる、え、一番、どういうこと、優しすぎる。でも悩んだら暇はない、いや、行かないんじゃない。でもお前ら行くの、なんとかする、それにあんたが生き残ってなきゃ。え、でも弟どうするの、分かんなくない。俺は弟を探すために、それを隠してお前らを巻き込んで、どうするんだ。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。優しい。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな。一番。どうするの、ナンバさん。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツ。気持ちは同じだっての。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。行くの本当に、ナンバさん、しつけ、早く行け。すまねえ。加勢してくれるのかと思ったら、うわ、すごいところから逃げるな。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、そうしたんよ。ソウヒさんよ。そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。ちょっとさっちゃん調子乗って、私にふざけた口を聞くな。怖い、怒った顔。おおおおお、3対3ね、強いんじゃない？あ、22か。ふぅ、OK。あれ。あ、これ今、さっちゃんか。OK、危ない。さっちゃんじゃないと思ってた。よし、自分の守備力上げて。はいはいはい。うわー、1ね。じゃあ、これを、この人。いけー。ゴー！血出てくれ、頼む。よし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 、出血した。よし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 。あ、あ、棒が。うわー、怖い怖い。じゃあ、この人に、いや、重ねて。よしよし、いけ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 。これでいけるんじゃない、後ろの人。あ、ちょっとだけ、あ、銃か。まあでも、まあ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 。あわー、うわー、ちょっと首折れるわ。どうしよう、自分がやばい、今の一撃強かったな、ちょっと自分に早いな。いや、このもう一人の人、この人いける、いけ、ナイス、オッケー。 Alright, next。 あー、まあ、この人、頼む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 、当たんなかったか、この人に。あー、急所、あ、麻痺しちゃった、ちょっと麻痺しちゃった。
足立さんにこれあげ今あげたら意味わかんない。元気出して、何も変わってない気がする。あ、でもこの人いける。よし、あと一人。動けないんか。あげたの意味なかったな。よし、一頼む、頑張れ。これ血一回出させて、ダー、おお、いやー、ナイス。どうなる、ソンヒさん、どうなる。手下いなくなったんじゃないの。お前たちの力を見誤っていたよ、カスが一番。今までずっと監視してたのにね。ワンパンです、ナイス、ありがとう。今日はもうこんなとこにしとかねえか。疲れてる。それは彼の報告次第。彼の報告次第、誰、彼の報告って。え、まだ生きたか、生きてたか。ハンジュンギ、まだやんのか。あらった南波の偉人チョエソパンデシチャバ。ソンヒ、南波は取り逃がしたとのことです。あららららららら、ら、やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけ。そうだよ、それだけだ。我々の偽札が外に知れれば、偉人帳は無種の血となり、瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。なんで？でもそれってクリーンな町になるってことでしょ？いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、そのすべてが崩壊するんだ。それは絶対に許せないことじゃない。じゃあ、清流会とかがあらば。暴れ回っちゃうってこと？探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて。普通に弟どうしたか教えればいいのに。見つけてどうする？もちろん。殺すの？ってことはもう弟も死んでんのか。当たり前だ。じゃあ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り、俺らもナンバを助け続ける。じゃ、あとはお互いの根比べだ。根比べ。どっちが先に根を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そう向きにならねえでよ。てか、弟は死んでるでしょ。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。そうだよ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？もっと上がいるんか。トップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスナ。はあ？今夜2時。え？なんで？そこに俺たちに合わせたい人間がいる。誰？ナンバを生かすも殺すもその人間次第。トップか。遅れるなよ。え？ここはこのままで見逃してくれるんだ。何があるってんだ。さあな。俺にわかるわけねえだろ、足立さん。夜中の時ならまだ時間あるよ。なら調べたいこと？なんだ？ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジュを背負ってた。そういう話だったな。うん、ソンヒはそう言ってたな。ホームレス街のネグラにまだナンバーの荷物が残ってるはずだ。確かに。そいつを調べたいんだ。え、調べてどうすんの？手がかりが残っていればコミジュより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。おー、ホームレス街か。サイコも連れてくのか。もう何回も連れてってるけど。今更何言ってんの。何回も連れてってますか。私も行くに決まってるでしょ。仲間から離脱しました。あら、3人になっちゃった。
行こう。なるほどね。じゃあちょっと一回セーブだけしとこうか。ちなみに音の方大丈夫？いつものプツプツみたいななってない？誰も言ってないけど、どうですか？大丈夫そうですか？あのプランターどこにあるんだろう？2階にいたらあんのかな。あ、ロズさん、メンバー4ヶ月ありがとう。こんのぴです。バレンタインでチョコブラウニー作りました。いいな、美味しそう。チョコブラウニー美味しいよね。チョコブラウニーありがとう、メンバーシップありがとう。大丈夫？あ、よかった。なんでだろう。トマト植えよう。はい、だいたいこの、だいたい1時間ぐらい経ってからなる傾向だったと思うんだけど、今日なってないの珍しいね。よし。で、じゃあ、ホームレス街に戻るってことね。じゃあ行きますか。あ、ついでに、お金下ろそう。下ろそうじゃなくて、引き込むじゃなくて、お金預けよう。HP も大丈夫だね。HP も悪くない。そんな低くない。よし。あ、逆。こっち。よしよしよし。入金か！入金！入金。入金します。だーん。あ、来た、着いた、着いた。そんな遠くないんだな、こう考えると。こんが、こう考えると、コミジュル。いくら稼いだ？3万円稼いだんだ。いいじゃん、いいじゃん。いらないんじゃない、お金しばらく。どうなんだろう。アイテムもそんなに使ってないしね。あ、でもなんか、薬みたいな、まあ、いいか。また後ででいいや。ホームレス、引かれる。危ない。あ、もう何も触れなくなったんだっけ、そういえば。あ、そういえば、エビ、お前、エビさん、カス、エビ、持ってきたよ。持っているが、ナーシーのために渡してやるか、渡す。ほらよ、これでいいんだろ。おお、確かに特上寿司よりだ。まさかザリガニ一匹のために本当に。これ買ったんじゃなくてね、公衆便所に置いてあったんだ。配信外で見つけた。約束のナンシーだ。だから綺麗か知らない。ぐなりやぐなり好きにするがいい。はい。焼きもしねえよ。リリースするんだ。一応優しいから。じゃあ俺は行くぜ。ナンシー、食わないでくれてありがとな。はあ、寿司は早めに食えよ。うん、早く食べた方がいいよ。トイレ公衆便所に置いてあったから。言えつないの渡してて。いや、そう、な、いや、肩に乗せてる。ダサい。ていうか、そういえば肩に乗せてるで今思い出したけど、え、デリバリーヘルプで新しいキャストを呼べるようになりました。ナンシーちゃんなんか助けになるの？なんか日本にいる時にね、家っていうか、その泊まってたお家に、親戚のお家に泊まってたんだけど、帰る時にね、あ、なんかストーリー始まる。なんだ？帰る時に暗かったんだけど、商店街通って帰るのね。商店街歩いてたら、もう結構暗くて、あ、待って、ストーリー続くんだ。これ終わらせてから話すか。村長、ナンバーどうした？一番。ちょっとトラブルがありましてね。それであいつの持ち物を調べたいんですが、仲間の荷物を勝手に漁るのか？ナンバーを助けるためなんです。ご理解ください。そうか。なら何も言わん。え、それだけで分かってくれんの？調べたらすぐに出ていきますから。ちゃんとナンバーさんのお家そのままになってんだね。誰かにもう、なんか乗っ取られてんのかと思ってたわ。物も。もうなんか、なんだかもう懐かしい感じだな。もうだいぶ経ってるからね、あれからね。ここだ。っていうか、汗？カビ？なんなのこの匂い。まあ。まあ。
あ、なかなか強烈だな。何かねえか？難波の行く先の手がかりになるようなもん。ね、あの中とかは？ん？なんか箱がある。箱だらけだけど。え、パソコン！ノートパソコン！ノパソ？ノートパソコンか。普通ホームレスが持ってるもんじゃねえ。ほんとだよ。ビンゴだな。でもさ、ネットつながんなくない？そうなのか？どうしりゃいいんだこれ。何も映ってねえけど、位置はね、わかんないね。ずっと牢屋にいたから。大丈夫、私が開いてみるから。開く。そう、起動させてみるわ。起動？何もわかんない位置。いいから黙って見てなさい。俺も苦手だ。黙って見てようぜ。まあ、足立さんちょっとおじさんだからね。さっちゃん、こんなの使い方わかんのか？ま、店の経理なんかは PC でやってるからね。尊敬した？はい、よろしくお願い申し上げます。ネットなくても使えるから。まあ、そうだけど、ネット使えないとできないこと多くない？いきなり怪しいファイル発見。異人帳案件。仮原稿だって。あ、弟の原稿じゃない？ファイルの中身を開いてみたいな。おい、あんたもパソコンわかんのか？あ、さすがにお前よりかわかってるさ。なんだよ、裏切りもん。雑誌用に書いてた記事かな。作成者は、秋葉翔一。やっぱ弟じゃん。秋葉翔一、ナンバの弟だ。ああ、偉人町の裏社会で、なんとかれる謎の偽札、噂の真相に迫る。うわ。あ、この人が黒幕？この人に会いに行くんじゃない？もしかして。おい。ここ見ろよ。初めての偽札の噂が立ったのは50年以上前だとさ。古い資料を何とかに調べ上げてきたってことか。ってとこか。優秀じゃねえの、難波の弟くん。ねえ。これ本当かな？作られた偽札は、与党の重心にも流れてたって書いてある。ん？与党の、なんとか。重心になってる？名前は、民事党の、おぎ、ん？なんだっけ？なんとか漢字。まあ、確かに、おぎくぼの地元横浜だが、そんな大物がまさかな、おぎくぼだっけこの人。重鎮で合ってる？あ、ありがとう。はぎくぼ？おぎく、はぎ？おぎくぼだってか。重鎮おぎくぼ合ってた。よかった。おぎくぼ豊か。どういうやつなんだ？民事党の長老だ。年齢ももう80を過ぎてる。おお。とはいえ、今の総理も、荻窪の言いなりだって評判だ。発言力は絶大ってことだな。こいつが黒幕じゃない？いわゆるフィクサーって感じよね。こいつには行くんじゃないの？二次に。なんだかうさんくさそうにしか思えねえけど。いや、大物の政治家にありがちな、ダークでスキャンダラスなイメージとはほど遠い人物だ。え？だからこそ政治家として息が長く続いてるんだろうかな。でも仮に偽札が荻窪に流れてんなら、コミジュルは荻窪と繋がってるってこと？あの、ショーワルソン人も？だとしたらコミジュルだけじゃなく、ハンピン・リューマンの蝶も関係あるかもな。すごい、やばいじゃん。あいつも原料の紙を提供して偽札作りに噛んでたんだろう？そうだね。ただ正直、記事の中には、これといった根拠が見当たらねえな。あ、そうなのか。つまり、荻窪がどうのってのは、噂話にしかなってね。なるほど。確かにね、この記事を世間の人間が読んでも、根拠がない以上、偽札の件も、荻窪の件も、単なるゴシップ記事にしか見えないかも。でもさ、実際私たちは偽札の存在を確認したわけじゃない？あ、こんなピー山道小空さんメンバー4ヶ月ありがとう。こんなピーハッピーバレンタインズデー。あー、だよな。ってことは他の件に関しても全て嘘とは言い切れねえってことか。でもさすがに荻窪と偽札のつながりは無理があるんじゃねえか？さっきちょうどコミズルっていう韓国マフィアの人たちとちょっと戦ってきて、ホームレスのとこに戻ってきました。そうだったんだ。電源どうしてるのか。確かに電源どうしてたんだろう。どうしたの？そもそもナンバは弟が書いたこの記事の内容を全部知ってたわけだよな。知ってたね。
だから俺のポケットから出てきた片面だけの偽札を見たとき、あの時はすっとぼけた、すっとぼけていたけど、胸の中じゃ穏やかじゃなかったんだ。口が回らなかった。きっとそうね、弟さんが追ってたことが噂話じゃなくて本当かもって思えた瞬間だもんね。そうね。多分希望も持てた瞬間でもあったはずね。韓国にそういうマフィアはありません。今ね、韓国と中国と日本のマフィアがね、この横浜の町にいるよ、全員、みんな。だからずっと俺の近くで探りを入れてきてた。くそ。もっと早く気づいてやれれば。いや、絶対気がつかないって何にもだって、そういう話もしてなかったし。一番は何も悪いことしてないよ。で、お前の持ってた偽札、コミジュルの女に取られたままか。確かに、取られたまま。ソンヒが持ってるままだ。次に会ったら返してもらおうか。2時にね、会うからね。返してくれんのかな？返してくれないだよ、絶対。素直に返してくれる女かね？いや、返してくれないよ。とりあえず、新しく分かったのは、荻窪の名前だけね。なんちゃんが今どこにいるかの手がかりはなし。残念だけど、ね。待ち合わせの時間は2時だったな。もう、平安なんとかに向かった方がいい。なんだっけ、ここ名前。平安なんとか。もしかしたら、ソンヒが、平安なんとかで会わせたい人間って荻窪。いや、絶対荻窪じゃない？政治家がまさか。いや、黒幕だったらいるって。よし。ってことですね。おう、オッケー。ちょっとリカバリーして。はいはいはい。え、なんか、あ、この村長。村長なんか喋って。一番か。あの。村長、難波のことで何か知ってることないですか？どうやってここに流れ着いたとか、何でもいいんだけど、なんか知ってそう。あ、知らんのかい。ここじゃ素性の詮索はしないのが礼儀だからな。まあいい礼儀だけど。自分の過去をさ、語りたがんのは人生うまくいってるやつだけだ。ナンバって名前が本名かどうかさえ俺は知らん。まあ、本名だったね。ちなみに言うとそれは本名でしたよ。あ、教えてあげるんだ。ならもう俺よりお前の方がやつに詳しいってことだろう。そうっすか。わかりました。どうも。なんもなかったね、村長。あ、で、ちなみにさっき、その、肩にね、位置がザリガニ乗せてたから思い出した話なんだけど、日本にいる時に、暗い、夜に商店街歩いてたら、仁王立ちしたおじさんが、暗い商店街の中でね、の、暗い商店街の端に、仁王立ちしながら肩にウサギ乗せてた。肩に、あー肩にウサギ乗せてて、え？なんか最初、なんか肩に乗せてると思ったら、ウサギで、え？肩にウサギ乗せてるっていう、すっごいなんか、変なっていうか、まあ変わったおじさんがいて、なんか、のぴもびっくりしちゃったから、めっちゃ二度見しちゃって、そのまま素通りしたけど、びっくりした。で、ああ、日本の商店街って肩にウサギ乗せてるおじさんいるんだなと思った。でもそれなんか確か、なんかもちちゃんたちと遊んだ時に言ったら、そんなの普通ないってって言われて、ああ、まあやっぱりそうだよなと思って。全然服装はね、冬なのにちょっと寒そうな格好はしてたけど、服装がちょっと変なのと肩にウサギ乗せてたっていうちょっと変だった以外はね、まあそれ以外というかもう十分変だけどさ。そう、肩にウサギ乗せてた。ちっちゃいウサギ。ちっちゃいっていうか結構大きかったな。顔よりはちっちゃかったけど、あれどこに行くの？どこに行くんだ？待ち合わせの、あ、待ち合わせのお店見ればいいのか。平安なんとかだったよね。あれ？平安なんとか出てこない。あれ？平安なんとかってもしかして、まだ通ってないから、ん？平安なんとかは違うのか、もしかして。ご飯屋さんじゃないのか？え、なくない？ないね。
ないんだ。なるほど。で、どうすんだ？こんなピー、こんなピーです。ちょうどね、コミジルっていう韓国、あった！これだ！え？マップになんで出てこなかったの？あった！とあ、そう、ここでね、ボコボコにされたの。ここでボコボコにされてお金巻き上げられたの。平安楼。ご飯屋だけど飯屋じゃない。え、飯屋だけどご飯屋じゃない。え？うさぎにリードつけて散歩してるおじさん見たことある。あ、そういう系のおじさんだと思う。そういう系っておかしいけど。そういう系のおじさんだと思う。そう、めっちゃ堂々とね、肩に乗せててびっくりしちゃったよ。でもね、うさぎもね、じっとしてるんだよ。いい子でね、全然動かないの。あ、でもどうしよう。あれかな？ソンヒたちに会いに行くときにはお金は持っといた方がいいかな。どうなんだろう。でも待って、行く方向に、あるかな？あ、間違えた。ポッポ。こっちのポッポ？ん？こっちがない。あれ？こっちのポッポ。こっちのポッポ寄ってから行くか。お金下ろせるし。方向的にはちょっと逆側だけど。それからジョブ。いやでもこのジョブがやっぱり一番レベル高いからな。もしかしたらまたボスバトルにさせられるかもしんない。10円。10円。あ、ごめん。は？て、ん、銅の皿。ご飯屋だけど、ご飯屋マップじゃ、で、青くない。確かに青くなかった。500円ナイスー。ラッキー。あ、こっちか。うわぁ。真ん中いっぱいいるなぁ。小銭稼ぎするかぁ。ここのエリア好きなんだよね。自転車すぐ持って振り回すから、1。うわ弱っ！あ、ちょっとコーンだったかい。自転車振り回したしね。自転車か、この周りにある、ネオン、なんかサインみたいなのを振り回してくれるから面白いんだよね。あ、でも、弱いなぁ。わぁ、もう、レベル11とか。わぁ、すごい。気持ちいい。おぉ、ナイス。そう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 。こういう感じね。これが好きなんだ。450円ね。あ、レベルアップした。やい、ナイス。よし。行こう行こう行こう。スポーツカー。なんかスポーツカー見るの珍しいな。町のチンピラー。あ、これも余裕余裕。よー、ナイス！すごっ！What the heck? That was really sick. Okay. 最強やん。現実だったら喧嘩以前に器物損害。まあ確かに。でもそんな器物損害なんてね、この世界には存在しないんだ。ナイス！ノー！強すぎ！で、1しか。ダメージ出ないっていうのがすごいな。おー、ナイス。足立さんも負けてないね。さやこさんもナイスね。オッケー。よし、はいはいはい、行きましょう。うわ、またいる、まだいる、いっぱい。なにこれ、ウェットキッチン。あ、ウェットキッチン。今までここずっと来てたの。I've been coming to wet the kitchen. It looks like wet kitchen. That sounds wrong. Wet kitchen って濡れたキッチンみたいで、なんかちょっと卑猥英語にすると今までこんなとこでご飯食べてたんだ。カムロ町の器物、器物は訓練されてて気がついたら、なんとかから生えてくるよ多分。
そうなの？植物みたいに生えてくるんだ。すごく語弊がある気がする。そう、めっちゃ語弊がある。よし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 、いけ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 、おーい、ナイス。ウェッテじゃなかった。でもなんか英語で読むと、まあ少なくともアメリカ英語だとウェッテっていうよりもウェットって呼びそう。ウェッテって多分なんかどっかの国の言葉なんだろうね。どこの国の言葉だろう。あ、牛丼だ。おお、サイコさん、オタクに厳しいね。自転車蹴り投げるとか。ちょ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 ちなみにウェッティ、ウェッティだとなんで、どだとなる、ベッベッド？わかんねえ。だってそれ多分、あ、英語じゃない気がする。なんかヨーロッパとかそっち系の言葉じゃないかな。ナイス、230円。はいはいはい、余裕すぎて。あぶない、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 止まるには遅かったんだ。ちょっと止まるには遅かった。あ、なんか落ちてる。え、なになに。あ、また登場回のダイモンが募金。あ、女の子募金。はい、寒いね。あの、募金お願い。ごめんね、急いでいるんだ。あ、悲しい曲。あ、それだけ？あ、それだけ？あ、それだけ？もしかして、え、まだある？あの、募金お願いします。弟が病気で、手術にお金が必要なんです。そうなんだ。募金する、募金しない。いや、これした方がいいこと起きる。こんな子が騙してるわけない。なんかチンピラボコボコにしたお金あるし、ちょっとだけ。いくら募金するかな。1万円、1000円、100円。うわー、むずーい。1万円ってか持ってなくない？1万円手元に今。多分1000円ぐらいしかないから。あ、ほら、やっぱなかった。お札だって。どういたしまして。久しぶりに募金してもらっちゃった。ああ、そういえばさっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。うん、はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まあ、場所が悪いしね。まさか一人でやってんのか？両親は？手術のお金が必要だから。えらい。お母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。が、偉いね。何？何あれ？え、絶対こいつらやばいじゃん。私のためにどうか募金を。募金お願いします。何そのやる気ない看板。え、へ、こいつも。え？人たちは私と違って見ず知らずの子供たち。あ、この子騙されてる。みんなでお金集めてるんです。騙されてるよ。すごいことだと思います。だから。いや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 。もっと頑張らないと。純粋すぎて。えらいな、お嬢ちゃんは。だがこんなところでやってちゃいつまで経っても集まらないだろうに。確かにここマジで悪いでしょ、スポット。場所を変えるか。うん。闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。おー、優しい。ありがとうございます。私、めぐみって言います。
めぐみちゃん。俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所、どこだろう。なんだここ。レストランオールドマウンテン。ここはないな。あ、場所探し上げるってことか、これで。マダムたちの近く、路上ライブやってる近く、人気飲食店の近く。どこだ。マダムたち。どうしよう。マダムたちが意地悪なマダムだったらどうしよう。飲食店はなんかダメそうだからマダム行こう。あのマダムたちなら金持ちそうだし、募金してもらえそうだな。よし行こう。あのマダムたちの近くでやるぞ。頼む。優しいマダムでいてくれ。あなた迷子？あ、優しそう。違います。弟の手術のためにお金が必要で、その、よかったら募金を。そうなの、大変ね。でもごめんなさい。現金を持ち歩いてなくて、あ、そっち、マダムすぎて現金持ってない？あら、ごめんね。ごめんなさい、私もなのよ。カードで全て済ましちゃってて。現金1円もないはないんじゃない？金持ちはカード決済なのか。そうか、そういう時代か。マダムたちお金持ってなくて。悪かったな。読みが甘かったぜ。それじゃあ次は飲食店の前かな。飲食店。あの店は結構な客が出入りしてるな。親子連れも多いみたいだし、行けそうだな。あ、親子連れ。この女の子、初対面の人に名前を言ってた？あの店の前に行くぞ。ああ、春日にね。言ってたね、確かにね。だって純粋なんだもん、この子。分かってないんだもん。何屋さん、ここ、ご飯。それじゃあ、早速。いや、このおじさん、ちょっと、あんまり。ちょっと困るよ、無許可で。あ、やっぱそうか。ん？私はここの店長だよ。何も言わずに募金活動なんてされたら困るな。店の許可か、考えてみりゃそれ必要だよな。すっかり忘れてたぜ。改めて今からここで募金活動させてもらえないか。お願いします。弟が病気で手術のためにお金が必要なんです。なんだ、そういう事情なのか。てっきりあいつらみたいに。それなら構わないよ。あ、優しい。よかった。よかったね。いやいや、私は許可をしただけだよ。それじゃあ頑張ってね。よし、ちゃんと許可もらえたな。それじゃあ再会だ。よかった、よかった。優しい。あ、ん？通りすがりの主婦。マダムじゃないから。こんなにもたくさん、こんなに集まったの？ほら、全然違うだろ。店長とも知り合えたんだし、これからはここでやるのがいいんじゃねえか？はい。ありがとうございます。これからはそうします。けど、人が多くなった分、今までより大変だろう。大丈夫か？確かにちょっと疲れちゃいました。でも私よりもマー君の方が大変ですから。いい子！弟か。マー君、また家族みんなで遊園地に行くの楽しみにしてるんです。うわぁ。そっかそっか、叶えてやらないとな。はい。あ、そろそろお家に帰らないと。手伝ってくれて本当にありがとうございました。ああ、素直ないい子だな。おお、なんだ、いたのかよ。入るタイミング見失っちゃってさ。最初はあいつらの仲間じゃないかと疑っちゃって悪いことしたね。あいつら、あのあいつらね、あのやる気ないポスター持ってるやつ。あっちはあっちでただ募金活動してるだけに見えるが、何かあったのか。イチも、あなたも騙されてたんか。まあイチも純粋だからな。直接この目で見たわけじゃないけど、そう、遊ぶ金欲しさで募金集めてるって話を聞いてさ。まああくまで噂だけど、本当だったらひどい話だろ。恵まれない子供のためにと言っておきながらさ。だから君らももしかしたらと思ったんだ。
そうだったのか。でもこちらの見当違いだったね。君たちならいつでもうちの前で募金活動して構わないよ。それだけ伝えたくてね。それじゃあ優しい、あいつらそういう連中だったのか。いや、それよりも恵みだな。気が向いたら様子を見に来るか。なるほど。定期的にここ通ったらめぐみちゃんがいるってことね。あ、めぐみちゃんにも自動販売機の下チェックした方がいいよって言ってあげるか。ふっふっふ。あ、そっか。ポッポに行く途中だったのか。忘れてたわ。あー、すいません。よし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 。今何時？もう14時。ちょっと、コミズルの人に会いに行きたいな。でも会いに行ったら、戦うんだろうな。どんぐらい時間かかるかな。女の子に何させようとしてるんじゃい。え、何をさせようとしてる？何を？ああ、自動販売機の下？いや、別に、女の子、男の子関係ないよ、それは。関係ない。いや、ナピだってこれから同じことしようかなと思ってんだけど。なんだ、おじさん。よし、引き出す。いくら引き出そうか。あれ？何をしに来たんだっけ？あれ？お金引き出しに来たんだっけ？何しに来たんだっけ？あれ？それでいいのか、学校教師。え？だって、500円玉があるかもしれないんだよ。え、何しに来たんだっけ？マジで。忘れちゃったんだけど。これ買いに来た？おにぎり買いに来た？あれ？え、マジで何しに来たんだっけ、ポッポに。血止め、あ、これ買っとこう。え、何買いに来たんだっけ。え、マジで覚え出せないんだけど。え、ございました。なんでここ来たんだ。とりあえず買ったけど、あれ？ここに行くか。もう行こう。なんでポッポ寄りに来たの？あっ！笑いが止まらない、自分の行動に対して思い出して今ので思い出してないんだよな。思い出したかったな。思い出さなかったわ。ちょっとびっくりしちゃった。なんだっけ、忘れちゃった。まあいいか。本当に見かれたみたいな。びっくりしちゃって。びっくりしちゃって。いや、びっくりしちゃってさ。あれ、こっちか。いや、だって車にはねられるとびっくりするって、やっぱりゲームの中でもびっくりするわ。さすがにね。あ、いっぱいいる。あ、でも余裕だ。11と12。はっ、余裕すぎて。よしよし、みんなワンパンじゃん。最高、気持ちいい。あー、ちょっと待って、足立さんどうした。なんで足立さん。よしよしよし、740円。あ、なんか落ちてる。そろそろあれだな。登場会のこのダイモンの人に会いに行かないとだな。なんかめっちゃ集まったよ。あべえ。どっちだ、こっち？
あ、違う、こっち。あ、危ない、危ない。あれ、こっち、こっちか。あ、今までここ通れなかったのに、確か通れるようになった。変な動きしてる。それはもういつものことです。あ、このタクシー触っとくか。何する予定？ソンヒさんに会いに行く。またよろしく。はい。あれ、ここ通れてたか。あ、違うとこだ、間違えた。でもやだ、戦いたくない、平和主義者なんです。あ、こっちじゃない、あっちだ。あ、プラントだ。まだこう植えとくか、なんかついでに。よし、植えるか。じゃあ唐辛子の種とさえやって、こっちにも植えて、こっちトマト、はい、開始。よし、こっちですね。いっぱいなんか帰宅してる人がいっぱいいるね。よし、ここら辺の街はね、まだ多分ね、通ってない。配信上では、配信外で通ったらボコボコにしてめっちゃ金巻き上げられた。あ、中華街、ここ行ったよ、行ったよ、日本行った時行ったよ、年末。あ、でもここは通ったかな。ここじゃない、反対側の入り口から入ったかもしんない。ここら辺のね、チンピラやばいんだよ、強くて。めっちゃ、あ、見て、喫煙所。No, I don't wanna fight you guys. 人いっぱいいるね。ちょっとここの自動販売機チェックしたいんだ。10円。 You guys are losing now. よし、2時に待ち合わせだから早いか、早いかな。あ、トイレなんか入る。あ、なんかある、またダイモンがあった。で、こういうトイレでね、さっきの特上寿司見つけたんだよ。あ、なんかある。ヒールアッパー。ちょ、女性トイレ入れる、これ。あ、この人も入れないじゃん。あ、入れない。やっぱさすがにそれは入れないようにしてんのか。ちゃんとしてるね。あ、このタクシーも触っとこう。どちらまで行かれますか？はい。そうですか。はい、すいません。そう、トイレのお寿司だったんだよ。違うトイレだったけどね。あれ？こっちじゃない。あっちか。こっちか。この商店街か。ここ？ここか。すごい華やかだね、ここ。中華街。ちょっと、怖いな。あ、ばばばばばばば。あ、なんかあった。ニンニクのない。よし、あ、あいつらに見つからないように。ちょこちょこちょ、ファック、 OKOKOK、 No We're good、 OK。 あ、自動販売機、金の皿100円、ナイス。うんと、あ、あ、ここじゃん。来た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 。ずいぶんな高級店だな。飯くらいおごってくれんのかね。確かにすごい高級店っぽい。ご飯食べに来たんなら、ドレスコード的にその格好は NG ね。なんでスーツだよ。スーツだからいいじゃん。なんでだよ。それに入り口に書いてあったわよ。ヤクザの方及び元ヤクザの方入店厳禁ですって。マジか。マジか。冗談に決まってんでしょ。それにご飯食べに来たわけじゃないでしょ。あ、そうなんか、そっか、関係ないか。普段こういうとこ来ねえんだから、からかわなよ。なあ。お、俺は？俺の格好どうかな？いや、一番ダメな気がするけど、この3人の中で。そうね、まあ、一番と同じぐらいダメね。いや、絶対同じぐらいじゃないよ。足立さんの方が一番より悪いって。やっぱり着替えてくるべきだったか。ちょっと。だから、ご飯食べに来たんじゃないってば。よし、とりあえず行ってみようぜ。あ、なにこのおじさん、関係ない。
本当にここだよな。お、なんか始まる。そんなビビった声出さないでよ。怖いの？元刑事でしょ？直近は何年も教習所員だった。足立さんは怖いんだよ。ここ？高級店ってのが苦手。来たことある。まあ定食屋が専門なんでな。何よ。来たことあるよここ。一番最初に。時間通りのご到着ですね。でも皆さんはもうお前。あれだ。別に。お頭じゃん。謝る気はねえよ。違う？もちろん私に謝罪など結構です。とはいえ。あの方たちをお待たせしている。あ、神室町の方か。こうと思いまして。あの方たち誰なんだ。さあどうぞこちらへ。ご心配なさらずに春日さん。今ここに危険がないことはこの半順義が保証します。さっきそうだよ、銃を向けてたおめえに言われても信じらんないよ。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで。あ、そういうこと？で、ここ誰の縄張り？入りなさい。あ、ソンヒの声。ソンヒの声ね。だな。誰だ？誰誰誰？やっぱお頭じゃ、あの、じゃない？え？春日君、あれ？清流会の超それに あれ？三人本当仲いいってこと？何？あのおじいちゃん誰なの？これ。あ、知らないのか、さっちゃんは。清流会の会長だ。そうだそうだ、さっちゃん会ってないんだ。じゃあこの3人は。ああ偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。すごいな。春日よ、これは一体どういう状況だ。どういうこと。お、次来た。7章入ったよ。7章。脅迫の裏側。え、脅迫の裏側？中まで。ね、抗争中じゃなかったの？そうだよ、めっちゃ戦争中じゃなかったの？おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は抗争が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないっすか。俺たち三人が会うのは年に一度あるかないか。八章じゃない、八章なの。だが肉の壁の均衡を保つため情報を共有する必要があれば、これに付き合わせて会うことだってある。今下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの清流会は若い者を二人蜂の巣にされた。うん。そして半貧流氓は庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められない。なるほど。先に引いた方のメンツが潰れるからな。ああ。理由もなく矛は収められん。じゃあもう結構いろいろ。そういうこと。うちだって女。蜂って言ってた？あれ、言い間違えたか。じゃあここで何やってんだよ。トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めんのか。もうだいぶそのアイディアいいね。やばいから。叫んなよ、すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。まあ怒るよな。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としては返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのまま
ずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。そういうことになるな。またいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか。今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。ああそうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代清流会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は後にハンピン・リューマンと中国人たちだった。そういうことか。そうだった。ハンピン・リューマンは生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない。ハンピン・リューマンと清流会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話ってやめときに困らないですか。退屈か。だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、カスカ。清流会はそいつを承知だったんですか。コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ清流会が全部裏で糸引いてたってことですか。どういう意味だ。中国圏の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地はハンピン・リューマン。でもそれを全て手に入れてるのが清流会。あんたら全員グルだったのか。春日君、結論急ぎすぎ。落ち着きなさいって。こんにちは。こんにちは。そもそも清流会の人間に間違われて拉致られて、だいぶ進んでる。そう、進んでるよ。ナンバの賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。あ、やっぱり荻窪豊かの懐の中。やっぱり荻窪が。やっぱりこのおじさん。ある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。やば。なんでそんなこと。それがこの地の歴史だからな。この地の歴史。もう60年も前になる。偉人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。うわあ、まあ80歳だから。あの人の清流会の初代とハンピン・リューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを、清流会とハンピン・リューマンへ、何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎない。20歳で。早くね。あの人はもともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人町へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って構想する様子を見て考えた。頭よく良すぎる。争い続ける男たちと悪賢い、その家族を何とか救えないものかと。そして救うために始めたの。自分にできることを探し続け出した結論が偽札作りか。へえ。荻窪はまず
敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。へえ。作る方法は荻窪が。そうだ、その試作が異人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、うわーすご、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。あ、こんなピー、こんなピー、当時の結構進んでるよ。今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中に。やばいやばいやばい。警察に？清流会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。やばい。そして荻窪は警察に異人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。確かにいいことになるはずだけど。治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。あー、なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果か、その区域は、なるほどね、異人のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか？ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろう。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。そうか。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうことができた。わ、めっちゃ便利じゃん。その上でハンピン・リューマンとの交渉で兵隊を失う。そっか、人がなくならないし。そうか。清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。なんかいいやつなのか悪いやつなのかわかんないな。荻窪から授かった恩恵を理解できたが。確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。ん？コミジュラはどっから来たんだ？かつて韓国人同士が集って人言派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。影武者？人言派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃、母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって異人町は安心できる場所だった。こんにちは。つけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。今結構真面目な話してます。身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたび、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日、我々は荻窪豊かから偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案。ほう。安住の地と収入の保証。その提案を拒否する理由はどこにもない。
さらに全ての秘密が漏れぬよう、その監視も我々が命じられた。あ、偉人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、そうやな、ハンピンリューマンと共にコミジルも偉人町の一角を担うに至った。そして偉人さんが完成したってことか。すごいな。長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は偉人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。すげえな。今の内閣にもあの人と張り合える。超パワー持っちゃったじゃん。なるほど、そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと結果がどうあれ、やり方が間違っていると言いたいんだな。まあ間違ってるでしょ、違法だらけ。例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そりゃあ、その今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が偉人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話。確かにこれずっと続けんのかな。俺らがここに呼ばれた理由は。あ、でそう、どうすんの、 どうなるんだ。何です、ナンバや俺らのことを偉人さんがどうする気が。早っ。春日君のお友達ナンバ君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが。弟死んでんじゃないの、もう殺したんじゃないの。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともとナンバ君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でも夜によってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃねえ。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。探しに行けってことか。だが俺はこの偽札を。え、お前に持たせかかるの？誰？え？あ？なんだと？そうだよね、見てるんだもん。念じてお前には目をつむろう。やっぱおやっさんじゃないの？この偽札を俺に。どうしても教えてほしければナンバーを捉えて。なるほど。お前ら自身の。それが次のタスクだね。なんちゃんを。でも。ことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。あ、違うか。まで知りたいことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば、肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。確かに言ってた気がする。聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東海会や大見連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってる、入ってる、入ってる、完全に入ってる。カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ大海のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そうくるかい。俺にはこの町に借りがあるって。借りが、うん、まあ確かに。人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て。断る前にもう。お、なんだ、何ですか。大切なことを言っておく。何です。
南波にはすでにねえ、まあそうだよな、絶対そうだよな。だって資格って誰だ。はーい、うちが引き受けました。ハンピンリューマンが。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理、俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする、放っておいたらナンバー死ぬぞ。やばい。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前がナンバーを捕めろ。やっぱ捕まえなきゃなのか。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星ついて。まあ、さすが小道。この先はお前次第だよ。カスが一番。とにかくまずナンバーを死角から救うのが先ってことか。え、何？あれ。なんだ、ハンジュンギと話せ。聞きたいですか、春日さん。難波さんが今どこにいるか。もうあいつを見つけたのか。いえ。目星をついていると、そう申し上げました。まだ見つけてはいません。まだか。ハンピンリューマンも独自に難波さんを探しているはずです。それ教えてあげないんだよね、目星ついてるところ。難波どこだ。やめる。難波どこだ。おい。難波どこにいるんだ。偉人町から出た形跡はまだありません。コミジルのシステムが、なんとかを合わせているこの状況で難波さんが街を出るのは不可能です。じゃあ警察に行くとか。警察に駆け込むこともないでしょう。どの警察官が裏で偉人と通じてるか難波さんに見分けする術はありませんから。まあ、みんな繋がってるかな。となると、ええ、私が難波さんなら、ブリーチジャパンが格好の逃げ場と考えます。おー小順、小順。え？ブリーチジャパンに？そうか。なるほど、あそこなら、かくまってくれる可能性がある。かくまってくれる？なので、コミジルでは今、ブリーチジャパンの事務所に監視の目を増やさせています。まだ難波さんの姿は確認できていませんが、すでにそこにいる可能性もありますね。え、難波さんそんなにすぐ考えられる？どうする一番。俺たちがナンバーを捕まえてきたらあいつはどうする？あいつはどうなる？私の判断することではありません。ですが、このまま放っておけば、ハンピンリューマの資格に先を越されるでしょう。もう時間の問題です。確かにね。どうする？でも助けに、まずは助けに行かないとな。頭使ってる場合じゃねえぞ、カスが。とにかくナンバーを見つけねえと。なあ。ブリーチジャパンの事務所はどこに？バシャード、バシャー街道にある白陵ビル。2階フロアが横浜支部です。そのビルに行くってことか、次は。なるほどね。わーおー、そういうことだったんですね。じゃ、セーブしてーのー。じゃあ今日はここまでにしましょうかね。だいぶ時間。3時間超大体3時間だな3時間経ったので今日はじゃあこの辺にしましょう。もしかしたら裏でまた、あ、落ちてる。裏で、レベル上げはするかもしれない。念のためね。今日もギリギリだったからね。今日ギリギリだったってことは多分次、今のレベルじゃちょっときついかもしれん。きついてか、うん、きつい気がする。からレベル上げします。裏で。できる時間あったら。ね、もう3時間経ったよ。早いね。いや、このゲームやってると本当に毎回早いんだよね。お疲れ様でした。ありがとう。みんなもね、見てくれてありがとう。ずっと。おつのぴです。ありがとう。ジョブランク上げはしといた方がいいですね。いろいろ。確かに今のジョブ、今のジョブ、なんだ。チーム。うん、書く。あ、これか、チーム、ジョブ確認。で見ると、今、このジョブは12とか13だけど、他のジョブでちょっとランク上げしとくかもしれないです。はい。じゃあ、次の配信が、いつだっけ？今週はね、コラボ多いんだよ。なので、
それも英語オンリーコラボが多いので、それでもね、全然いろいろみんなさん一緒にコラボしてくれる子たち、可愛い子ばっかりなので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。とこの後一番直近、あ、ま、今日はあのバレンタインの何時だっけ、ショートがねちょっと時間が変わって、あの先生とみんなでねリレー形式で出そうかってなって、おはい、Hello, Nopi, Hello, Welcome, Welcome. I'm just about to end. I was just talking about my schedule for this week. 今日のショートが、何時だっけな。Nopi のショートは、My Valentine's short cover is going out at 20時だ。今日20時に出る。順番に出ます。リレー形式で。猫ちゃん18、エニちゃん19時、Nopi 20時、もちちゃん21時っていう感じなので、ぜひぜひ皆さんの見てください、みんなの見てください。 So My Valentine's short is coming out at 8pm GST, which is 3am Pacific. So we're gonna go in order. So if you wanna check that out. And then あとはバレンタインボイスも今日から販売されるので、それの告知ツイートチェックしてください。Our Valentine's voice pack is also gonna release tonight too. So look, please look forward to that as well. And then, そしたら明後日リーサルカンパニーコラボだね。So the day after tomorrow, I'm having a Lethal Company collab with Iku and Rita and Maria ちゃん。Prism Project の Iku ちゃん、Rita ちゃんと Maria ちゃんとリーサルカンパニーですね。それは基本英語です。で、その次の日に1日に2つもコラボある。I'm having two collabs in one day on Saturday. So I'm having a plate up collab in the morning, with some girls from VNDU and an indie VTuber. And then later that night, I'm having another collab with, Kokone from VNDU. だからめっちゃ忙しいコラボ三昧です。日曜日、日本時間の日曜日の朝4時のやつは、基本英語なんだけど、そのお昼にやるココネちゃんとのコラボは日本語と英語両方喋ります。なので、見やすいかなと思います。なので、遊びに来れるやつにぜひ来てくれると嬉しいです。I know! I have such a packed week! わー！朝4時、ちょっと日本時間にあれだけど、ノピは朝11時なのでね。あれなんですけど、アーカイブチェックしてくれたら嬉しいです。はい。コラボ相手の子たちがね、ヨーロッパ住みの方とかいるから、ヨーロッパだとね、時間があれなので、はい。その時間になる感じになりました。はい。じゃあ、今日はこんな感じですね。こんな感じかな。うん。バレンタインの系のもの、楽しみにしててください。あと、メンバーシップの方には、バレンタインのその書き下ろし、あのクリスマスの時みたいに書き下ろしの、ね、イラストいただいたので、それをね、面言で、イラストを、みんなに配布していいよって許可もらったので、それも配布する予定なので、ぜひね、なんか壁紙だったり、なんかスマホの待ち受けやら何やらに使いたい方は使ってください。他の先生やるのかな？わかんないけど、ノピは自分個人のだけやるので、はい。この先生やるかは知らないけど、ノピはやる予定です。はい、楽しみにしててください。Alright, and let's see if there's anyone we can raid tonight. レイドできるか見ようか。Let's see, レイドできるかな。最近この時間帯に配信してる人いないんだよね。Alright, let's see. Others?最近知り合った VTuber さんいるわ。There's a VTuber that I recently got to know. So maybe I'll raid her. Yeah, let's go raid. So I recently got to talk to She from Kawaii Production. So let's go raid her. She speaks English mostly. 最近ね、知り合った VTuber さん、Kawaii Production っていう事務所からの C さん、C ちゃん。この方はね、基本英語かな？日本語ちょっと勉強中かな？なので、そこレイドして終わりましょう。おつのぴありがとう。Alright, so have a magical rest of your day and I will see you guys on Thursday, Friday ですね。金曜日、木曜日に会いましょう。おつのぴでした。
ー